イエーイこんにちはは金曜日になりましたので今日はいつものやつを早めにやってまいりたいと思います。金曜8時はブラックホール。よしよし仕事猫か。ということでございましてブラックホール。今日は はい。ええー、オッペンハイマーと、はい、映画は原爆をどう描いてきたのかという特集でございますが、はい、とその前にこちらです。はい。ええー、ブラックホールコーナーもございます。DVD a n 動画配信データ4月号は絶賛発売中でございます。はい。はぜひ買ってね,ねということでございました。はい、よろしくね。はい、よろしくねということですね。業務連絡もそこそこに今日はこれだというところでございますねはい。はい。はい。 ですね、はい何しろオッペンハイマーでございますとまあ公開が遅れに遅れてようやく先月からですね、うん、あの全国公開中でございます皆さんもご覧になっておられると思うんですけれどもあのなんせねオッペンハイマーといえばですよ 皆さん原爆のことを言いますが彼は最初に一般相対性理論の解を解いてブラックホールの存在を推定した人でもあるんですよいわばブラックホールの父でもあるということなんで参りましたね参りましたねりました大変なことにそんな隠れたつながりが明らかになってしまったというねことなんですよオペンハイマー 久しぶりの私にとってクリストファー・ノーラン監督の映画でございました。いつぶりなの？ええ、あっとこの間がテネット。テネットは見た。はいはい。私見ております。この間の映画じゃないですか。はいはこの間ちょっ一歩前でしょ。ダンケルクは？ダンケルク、うん、半分ぐらい見た。半分ぐらい？そういうこと？配信とかで？え、それあの飛行機のとこだけ見たとかそういうことですか？いやなんあのね、うん、配信などで。 なんか途中まで見たのかしらみたいな感じでその前のインターステラというか定かではなくいうはい割といはかわりと真面目に腰を据えてノーラン監督の映画を見たのは今回久しぶりでございましたでまあ,あのその埋め合わせっていうわけじゃないんですけどちゃんとあの3度見しましたよ僕は9時間かかった3回見たいでねいことですからもうそれであの許して使さい監督っていうことでございますけどね僕も2度見した度見見して2回目見ると 2回目の方が全然分かり、なんでもそうですね、最近ね、映画はね、実は2回見てますとか、えれは僕はアメリカで去年見て、で、この間、字幕が入ったよっていうんで見たら、なんか印象変わるかなと思ったけど、あんまり変わらなかったですね。印象はあんまり変わらないですけど、あでもそういうあれねっていうのが、不思議だったんですけど、いや、それ、一番不思議だったのは、セリフちょっと聞き取りにくくないですか、この映画。 ああ、わかんない、場面によりきるかもしれないですけど、ねなんか意外と。意外なっていうか、音がうるさくじゃないですか。まあ、そういう、そういう気もする。いや、だから、最初アメリカで見た時に。あ、一人ぐらい。人じゃなくて、劇場のせいかなと、思ってたんですよ。あの、あそこで、えっと、チャイニーズシアターで見たんですけど。はい、はい、はい。あそこ古い。古いからじゃないですか。そう思った、思ったんだよ。としたら、で、今回、み、今見た時も、いまいち、なんか、ちょっと空母もったようなセリフで。 そううか、ねうん、あとそのちょっと分からないことがね早速ですが分からないことが一つあるんです、うん、別にその映画が何回だとか分かりにくいそういうこと言ってるんじゃなくてし、うん、っっっりなしに音楽てててませんかなってるなってるもちろんだからその要所でね、うん、もう静かーになって無音になるとかっていうことはもちろんあるんですけどうん、うん、普通におしゃべりしてるおしゃべりしてるっちゃおかしいですけど。うん あの普通の会話から非常に緊迫した会話ね取り調べだ裁判だみたいなところまでに至るまでずっとそのゴランんンんの音楽がなりっぱでしょあれは何なんだろうと思ったんですでもほら「スター・ウォーズ」とかもさ音楽なりっぱなしなわけだからいやそうかな「かスター・ウォーズ」はなりっぱなしに映画を引き戻した一本なんですよね すごいってるなと思うわだからそのセリフがというところにもちょっと通ずるんですけどなんかずっとこう音楽を聴かされているなというそれはあるよね。あれはなんだろうという気がしましたよというの特に答えはない模様ということでございますけどまあ3度目しちゃうぐらいですからただもう一個あるんですけどねなんでだろうって思うことはね。 まあなかなかやっぱり見事な作品ではありましたなかなかと言いますかもちろん言いたいことはいろいろあるわけですけどうん、うん、あのお二人はノーラン監督はどの辺からあれですか仲直りしたんですか仲直りっていうか、はい、仲直りっていうか僕あのテネットはすごい好きだったんですよ、はい、でダンケルクはあんまり良くないと思う、はあ、あのあん、まあんま好きじゃなかったうん、うん、ダンケルクは全然好きじゃなかったんだけどで。 まあダークナイトとかまあヒーズレジャーが見せ場さらってるんでそれは何遍も見られるしで,でその次のやつ何なんだっけインセプションインセプションはンョンあのまあだからなんていうの,あ,のあ,あ,いうああいうの好きな人がいっぱいいるのは分かるしでなんだけどまあでもちょっと化かされたような気持ちになるインセプションとかインターステラーはなんだかんだ言ってちょっとこうトリッキーなんだけど、うん、その。 んかもっとすごいものがあるような。 感じなんだけどそういうことかっていう感じは僕はしちゃったんですけど。と和解したのはテネットからなんですけどわかりますインセプションとかはなんだこれと思ってたんですけどあれは今にテネット見た後まで来るとあれは最初から確信犯的なバカ映画だったのかと真面目なふりをするから「お前何この底抜け映画」とかって言ってたんですけど別に真面目じゃなくてあれはそのえっと。 「イケメン・デス・デ」とかと同じジャンルの映画と思えば結構許せるかなとあと『007』がやりたいのは一目で分かる映画でしたからインセプションはインタステラねインセプションはちょっとイラッときましたねっていうかそもそも出会いがよくなくてメメントからバカじゃないのと思ってたんで 悪いんだけどだって本当はつまんないからさ何これそう本当申し訳ないんだけどまあそれなんで最初からんかつまんねえがかっばかつきやがってとかずっと思ってたわけですよでなんで最近ねこいつ意外と意外とでもなく普通にくだらないことを好きなやつなんだなっていが分かったんでそれはね本当テネットでね一気に分かった感ありますよね見てみるかな。がら見た あの私は「ダークナイト・ライジング」っていう映画を見て、うんあのー、僕はやっぱりノーラン監督誤解していたなっていう,うん、うん、やっぱこう真面目で気がなないタイプ、うん、だと思ってたんですよんか「隙がない感じの映画をどうだい?」って言ってこう鼻面に押し付けてくる感じがちょっとやっぱやだなで特にやっぱ「インセプション」っていう辺りでね「ダークナイト・ライジング」の前ですか「インセプション」っていうのは。 多分そうかもしれないね。前ですね、三部作を続けて撮った。でなんかと思ってたんですけど、ダークナイトライジングとか見ますと、なんだ好きだらけじゃないか。可愛いと思って。でもうあのなんかいろいろ言ってた自分がバカみたいと思ったんですよ。なんかこのね、あの飛行機からでっかい爆弾をぶら下げて、右往左往するバッドウィングとか、あとこう穴から 穴に落とされ穴から出れないと穴から出れないと思ったらなんだかんだで穴から出てバキッてやったら直ったのねはい極北の地みたいなとこだったのに次のシーンでゴッサムシティに帰ってきたみたいなこの映画可愛いなと思ってあのすごく好きなんですよダークナイトライジングだからノーラン監督のことは僕は好きですはいっていうねこともちょっとあれだよね いつの間かメイドに入ってるのにまるで気づかない脳体のアルフレッドが出てくる俺の中でアルフレッドのほうがランクがすごい落ちたんだけどあれで「お前の目は不思議やなか」っていうことでもうなんかこの何ですかノーラン監督頑張ってるなと思ってたんですけどしばらくやっぱりちょっとねまた見ると文句言うことになるからなと思ってみんながたり。 ってサボってたんですけど、うん、今回はやっぱりその私もですね、うんそま、後々どんどん話は出てくると思うんですけれども73年生まれでしてね、うん、その物心ついてからはずっとそのやはりその核戦争の、はいえー、第三次世界大戦、うん、終末戦争の恐怖にうなされる日々を過ごしまして、うん、でやはりまあその原点というのがですねその幼い頃からあの何でしょうか その気はないのに、うん、その情報、うんえー、その事実っていうものがどん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 集まってきてしまうという広島長崎の原爆攻撃に関してですね、うんはい、何でしょうねあれはねもう知りたくないよって思うのに、うん、なんかこれつい見てしまうあーわかるそれね,あのねうちもね僕はでもは関東で,関東でもあの両親は、ね、関西にいましたけどね。で、うん、でもそういういいのっってあるじゃないですかちょっとごめんなさいあの 僕うちにもねだからそのホロコースト関連の本とか山のようにあるんですよ。うん、いやだなと思ってんだけどでもその何ていうの,その別にその興味本位じゃないですよもちろんだけどその。 いいいろろ新しそれはだからもうそのなんていうのは一種のこう取りつかれてるっていうかそうなんです、うん、だから本当にその別に広島長崎に親、えー、類がいるわけでもないんですがなぜかそこに取りつかれてきたということがあるんですよ。一度見ちゃうとさやめられなくなるそ、ね、うん、なん,とんですそうなんです。 見,あ見,られ見るのも嫌なんだけど見ざるを得ない,、ね、見ないのも嫌だ,っいうことだよねちゃうそういうことなんで,、うん、でまあそこに、えー、ノーラン監督が、うんえー、やってきたちょっとこれはあのお手並み拝見ということで <laughs>、ね、<laughs> 3回見たぞということでございましたよはい、うんはい、ねそんなオッペンハイマーこちらでございます。監督脚本でですもんね全部自分でやるぞと、うん はい、で原作はまああの早川からでしたっけ3冊三、はい冊,ね、冊出てね結構その原作には割と要所要所すごい忠実ですねということでございます、うん、で、まあ、撮影出たほいて撮影今回もすごかったですねああちょっとで頑張感心しましたね,、えー、ねすごかったびっくりしちゃった本当にえっとアカデミー賞もらったんだっけ 撮影はもらったんじゃないでしょうかね。か今回音響が取らなかったんでしょそう,そう。うん、だからやっぱアカデミー賞っていうのは血穴だなって思いますけど。でもあれでしょあのえっ、ー、となんだっけ関心領域でしょ <laughs> あ<ー>、まあ。しょうがないか。しょうがないか。っていうことであったりとか。<laughs> えー、そうで音楽ゴランソンでございますよ。ゴランソンはあれですね。えっ、ー、とマンダローリアのテーマの作曲をしてる人ですね。そうだねはい もう今旬の人をですね連れてきましたでずっと鳴らしっぱなしでございますよっていうことでねありましたけれどもそうそうで後々話も出てくると思うんですけどサンドミッシャっていうのがあのアイマックスとドルビーシネマとあと普通の。 普通の劇場でちょっと大きめのとこみたいな感じでなんやかんや普通のとこで見たのが一番良かったですああドルビーうっさいよねでもドルビーで見てますけどドルビーよかったでしょでもそうブワーとか言って結局それっていうのは画面よりも音の方が結構 聞いててたってことでやっぱりそのお便りあとでいただいていく中で紹介すると思うんですけどやっぱり iMAX はその画角がこうねあっち行ったりこっち行ったりするんで、うん、やはりやっぱりちょっとあれはどうなんだという気がしましたけどね、うん、ということなんです、うん、はいちょっとこので今日はですねお便りをたくさんいただいてるんでい皆さんね、はい、すごいあの 始まって以来ぐらいの熱量でですすそうなんです、ね、ものすごくいただいたんで、うんうん、今日できるだけ紹介しながらですね、うん、その流れでお話ししていきたいと思うんですけど、こちらです、マッキーさん、えー、広島県広島市の出身、はいうん、原爆ドームや広島平和記念資料館に訪れる機会がたびたびありました、そのたび被爆した遺品や被爆者の写真、記録や体験に触れた覚えがあります。 通っていた小学校にも被爆した当時の校舎が平和資料館として併設されておりそちらを見学に行くこともありましたそういった経験もあってかやはり核実験や、えー、原爆投下の描写に嫌でも目がいってしまいました核実験の成功を喜ぶシーンでは、えー、これまでに見聞きした被爆地や被爆者のモノクロのイメージがずっと浮かんでおり画面に映るオッペンハイマーたちを見ながら何とも言えない悲しさややるせなさを感じました 核爆弾が使用されたこととののない世界との境を感じる場面でした、えー、原爆投下についての直接的な描写がないことについてはあくまでオッペンハイマーの視点から描いた作品である点やあえて映さないことで、えー、彼の心理を表現しているという点でた、えー、理屈として理解はできます。うん しかし、被爆を想起させるシーンが直接的な表現を避けた中途半端な表現だったので、今でもアメリカでは原爆について正面からは書きづらいという歴史家の距離を感じざるを得ません。実際の被爆者の写真を見れば、皮膚の火けはあんなに綺麗なものではありませんし、死に方もあんなに突然と消えるものではないからです。うん えー、ユダヤ人収容所を描いたサウルの息子という映画で主人公が見たくない虐,虐殺の現状をあえて見えづらく撮るという似たような手法が使われていましたが主人公が虐殺される側である点が本作とはかなり違うなと思いましたオッペンハイマーは関係者の一人にすぎませんが被爆者ではありません、うん 核爆発のシーンも恐ろしいものとして撮っている印象はありましたが全体を通して被爆の描写を避けているため結果として IMAX 画角によるエンタメ的なスペクタクルでとどまっているように思います。戦後から続く原爆イコールキノコ雲のイメージでキノコ雲の下には目線がいっていないと思うのです。 最近の情勢を踏まえれば、えー、この作品が高く評価されて、多くの人に見られること自体には大きな意義を感じます。しかし、オッペンハイマー自身が原爆投下の被害を目の当たりにできないのと同様、この作品やアメリカ社会も原爆投下については直視しづらいのが現実であることを再認識する機会になってしまったように思います。皮肉だなと思うと同時に仕方ないと思いつつも悲しいです。 もしかしてノーラン監督はオッペンハイマーに興味はあるけれど、原爆投下には興味がないのかなとすら感じてしまいました。えー、そうでなくとも、えー、日本人が見ることはあまり意識されておらず、あくまでもアメリカ人や原爆投下に対して一定の距離がある人々を観客として見据えていると思います。良くも悪くも政治的、娯楽的にバランスが取られているので、当事者意識の強い日本人にとっては、複雑な心境にならざるを得ない作品のように感じました。 うん、欲を言えば劇中のラストや合間に実際の被爆の映像写真を入れて欲しかったしそれだけでもかなり印象の違う作品になったと思います、うん、戦争責任を問いたいわけではなく起きた出来事を歴史として共有する意味でその方が意義深いと思うからです、うん、むしろ被爆の描写をしないこと自体がこの作品の政治的姿勢になってしまっていると思います、うん、というねうん、うん あのー、まずサウルの息子に関してですけどもあれは非常に浅い社会振動で撮ってるんですがはい、はい、あれは多分多分っていうかまあ確実にそのクロード・ランズマンの 要は昭和の監督のフロード・ランズマンの,、はい、その要はホロコーストがスペクタクル化できるものではありえないという批判が強くあってそれにあれは対応したものなんで,、うん、でだからその考え方で言うと、まあ、その実験はともかく例えばその大爆発をスペクタクルで映すこと自体がそれに抵触する感じになるのかなというか。まあその うんそれ自体が犯罪的っていうか,、ね、かまあそうですねそう,そうするべきではないものだっていう考え方は当然できると思う。うで,、うん、であとね、まあとでも何遍も出てくると思うけどこの話はだからその被爆者の、まあ、僕はその原爆資料館って1回しか修学旅行でしか行ったことないんだけども、うん、その時にもほらあの何フィット運動って言うんだっけジュフィット,ト運動のフィルムの戻ったやつが見られるところがあって僕は他の。 生徒はそこで映画とか興味ないからいなくて僕一人だけで見たんですけどまあ本当に目を覆わんばかりのフィルムの連続なわけですよね、うんはい、であのー、それをだからそのなんか今回もだからそのなんかこれあこの話もあと出てくると思うんですけどなんかアメリカ人っての感覚から一般的な感覚の原爆ってそのなんか 蒸発するか爆風で吹き飛ばされるかで終わりで、うん、そうじゃなくてやけどしたとしてもその後原爆症みたいなところまであんまり思いが全然いってないなっていうのはまあ今回も見てそこはだからそのそういう意味では本当にターミネーター2とかと一緒なわけですよ表現としてはね、うん、だからだったらそれなくすかあるいはそのもう今の表現として踏み込むんだったらそれこそだからその西部戦線異常なしぐらいまでやるかどっちかじゃないかなっていう気はしましたよね。 あえっと、それがないのはなぜかっていうのは、うんまあ、いろいろもちろんあって、うん、いろんな理由が重なって、まあ、一義的にはまあオッペンハイマーの話だからと、うん、オッペンハイマーの見た、うん、見てないものは映らないということだとは思うんですが俺はずっとノーランに対する批判としてこ、うん、いつはそのスペクタクルが嫌いすぎて、うん、つまり。あの 映画自体がノーンスペクタクルすら失敗していると、この方はね、監督ね、モーランさんが、モーランさんは、スペクタクルを嫌いすぎて、盛り下げていると、実際のところ、映画を、っていうのをずっと文句言っていたわけです。で、これも、一種、スペクタクル嫌いというか、スペクタクルを拒否しているっていうことだと思うんですけど、だし、スペクタクルであってはいけないと。 多分そういう規制縛りが本人も多分感じていたんだろうと思うんですけど、うん、まあ正直それでいいのって毎回見るたんびに思って、うん、今回はやっぱり思いましたね、うん、それはねそのスペクタクル映画なんだからスペクタクルはスペクタクルにしないといけないんじゃないの、うん、その時にこそ初めて、うん、あの問われるんじゃないか それは言いませんけど、うんまあ、ねそれはもちろんそうなんですよだから僕はそのさっきはクロード・ランズマンの話しましたけども、うん、僕は、まあ、もちろんそのねやり方とか限度とかその個々の問題だと思っててそその大きく分けることはできなくてだから、うん、例えば僕はなかなかシンドラーのリストを、うん、そのなんていうのそのカミソリでねこれはもうダメですって切って捨てるわけに、うん、いかない映画だとどうしても 思ってしまう。うん、まあでもね、ここあ,もあれ映画はね映画で弱点があって、うん、あのえっ、ー、とあれです。えー、あの赤い赤い服を着た女の子は良くないね。あれはねあ <laughs> あれは。あれはあれは完全にスペクタクルしてるんで。まあでもねあの子がまあそこのコンベアでねあの地獄条件のシーンがあるんで <laughs> まあまあその話また今度しましょう、うん、はい。まあ結構ね。 そのランズマンの発言っていうのは今日なかなか何度かこの後出てくる気はするしん、うん、結論として、うん、結論を先に言っちゃうようにはなりますけど、うん、でそのクロード・ランズマンがその発言をしたっていうのは,それはシンドラーのリストに対するす、ね、ある批判だったわけですやっぱりその流れで考えてでシンドラーのリストっていうのはホロコーストを描いてはいるんだけれどもうん、うん、それってオスカー・シンドラーの話でもあるわけですよ。うんうん、オスカー・シンドラという人のうん、うん、まあ ざっくり言っっちゃえばいい話そそれはうていう物語があったわけでそういう物語として消費していいのかっていう話だったわけですが「ひるがえ」って「オッペンハイマー」もタイトルが言ってる通りオッペンハイマーの物語なわです。で特に今回ノーランが「オッペンハイマー」の視点で脚本も書きました一人称で書きましたでまたそういうとこもかましてくるなと思うわけですけど。 あのーね、だから広島長崎への原爆攻撃っていうものが映像としてはっきりとは映さ描かれないうん、うん、それを劇中でスライド見てんだけど打って下見ちゃうみたいなっていう、うん、で一応そのオッペンがその被害を原始するという場面があったんですけどもあれがまあなんていうかちょっとあそこでやっぱり考えてしまって。うん あんなもんじゃないでしょっていうとこね。あの娘さんが出て娘さんが出てきてなんかあの布切れが開きそうですそうです。切れが開いひかって薄皮一枚剥がれるみたいなそれでガーンってオープンはなってるんだけれどもそんなことなわけがないじゃんかでその後その炭化した死体をぐって踏んづけてうわってなるんだけれどもそれだけですかって思うんですね。 でそれはその映画としてだけど多分多分ですよ、うん、オッペンハイマーの実はその絶望的なこの想像力のなさ自分がしたことの結果っていうものを想像するにおいてもあの程度でしか思い浮かべられない、うん、もっともっと恐ろしい悲惨な状況っていうものが多分 早期できなかったんじゃないのかと思ったわけです。あの,ーーのにあ、ねあ、そういうふうに解釈したんだけど、ね、<う><の>で、それはそれでそういうことであったとしたら、そこはやっぱオッペンハイマーという人間のやっぱその甘さというか、うん、そのみたらなさというかね。ねこの程度の人ですよっていう描写だったとしたら、うん、これはノーラン監督大したもんやだと思ったんです。なるほどね。ただ、うん、それは僕の解釈なんですね。うん、ノーラン監督は本当にまあ、こんなもんかなと思ってたら、どうしようって気持ちもあるにはあるんですけどっていう <laughs>。 まあそうね、まあ、そこはこんなもんかなと思ってるわけじゃなくて、これ以上やると、ちょっと映画の、まあ、要はそのやっぱりこれ、エンターテイメントなんで、うん、エンターテイメントの枠ははみ出したくないわけじゃない、特に、うんはいはい、アメリカ人っては。うんうん、で、それ、これ以上やるとあの、まあ、ノーランが実際のその広島の被爆の状況を知らないわけはない。わけがないですよね、うんうん、だから ややるっぱエンターテインメントはみ出しちゃうんで、このぐらいかなっていうことではあるんですよね。だからやっぱりそうなってくると、まあ娯楽映画ではあるもんなっていう、ね、後々お話しますけど、オールスターでねっていうことで、まあね、本当オールスターですよね、ワクしてきましたね、ワクワクしちゃいけないん出てきただけどまあでもね、その辺もだから別の作品の話でまた出てくるとんですけど、いろんな見せ方があるっていうこともありますお便りいきましょうんはい。 主人公のオッペンハイマー、えー、意,識意識的か無意識かは分かりませんが破壊に惹かれる人物だと思いました原子がぶつかり破壊する原影、えー、生産カリをリンゴに入れ殺害しようとしたり人妻を寝取って家庭を崩壊させ <laughs> それは亡くなった恋人の殺害シーンを妄想したり有能な科学者を集めて大量殺戮兵器の原爆を作ったり、えー、破壊に従事しますただ大天才ではなく少しの才能を持った人間と描かれているのが興味深かったです 原爆の投下が成功し講演会で死者が現れ戸惑います破壊願望に身を委ねるべきか倫理を重んじるべきか一度は失脚しますが名誉を回復し自分は世界を破壊したと宣言します、えー、世界は灼熱の炎に包まれプロメテウスと同じように生きながら焼かれることを夢見たのでしょうか ロバート・ダイニー・ジュニア演じるストローズは、えー、対比的で何かを地道にコツコツと組み立てて自分の地位を確立しようとこちらも少しの才能を持った人物として描かれており興味深かったです。 私は長崎で生まれ育ち小さい頃から原爆の恐ろしさについて教育を受けてきました恐ろしい体験談や写真映画などを見せられた結果ノイローゼ気味になり雨の音が軍隊の足音に聞こえ雷は爆撃に聞こえどこかで、えー、戦車の音が聞こえだしたり恐怖に震えていましたどうか平和であってほしいと心底願い神にも祈りました中学に上がる頃にはそういった幻聴妄想はなくなり今では神とかは信じておりませんが戦争や子どもの虐待などのニュースを見ると とどうにかしてやれないものかと意気りを感じますうん、うん、劇中原爆実験のシーンではグランドシネマサンシャイン池袋のアイマックスで見たこともありそこに立ち会っている錯覚さえ覚えましたこの後原爆が落とされるのかと考えると幼少の頃の記憶が蘇ってきますどうにか止められなかったのかと、えー、あの原爆で亡くなった人の死を数字で、えー、伝えるのではなくもう少し違った映画的表現があったのではないかと残念で仕方ありません,うん、うん まあやっぱりねそのど、どういう視点で見るかということだと思うんですけどね、うん、僕は先ほどのお便りの方もそうですし、この新さんもそうですし、先ほどからのお話で僕は本当にあの、ね、関東のもやしっこでしたけど、あの気持ち的にはね、うん、その広島、長崎をと何かこう、やっぱりどっかでつながっているような気持ちがずっとしてたわけです。怖、うん、怖いい超と思ってたわけだから やっぱそういう目線で見ればそれはねっていう、うんうん、どっかでやっぱりそのオッペンハイマーという人の一大器ではあるわけでしょ、うん、で,でそう彼は彼なりに大変でっていう話なんだけどまあどっかで3時間3回見といてなんですけどどっかでいい気なもんだなっていう気もいやっぱり <laughs> いやいやそれはね、うん、まあこれあのさそのまあさっきのえっ、ー、と うシンドラーの話の、はい、でいくと、うん、まあ要はその、えー、マンハッタンプロジェクトの、うん、で原爆を作る話と、うん、そのオッペンハイマー本人の話っていうのが2つあってオッペンハイマーの話ってめちゃめちゃ実は秘近な三角関係だったり、うん、ちょっとあの三角関係の話だったりちょっと、えー、あとはその。 ストロースとの関係っていうのが、まあ、完全にアマデウスだから、うん、あれは、うん、<laughs> それなんですよストロース、まあ、ロバッター・ニー・ジュニアが、うん、あの人はその科,学科学グルーピーみたいな人で、はい、本人は全然そのサイエンすることは分からないんだけど、うん、科学者を周りに集めるのは好きっていう、ねうん、人だから、まあ、それがでっていうことに、まあ、実際のところどうだったか、ねうん、まあそういう話ですよね、うん、なってるんですけど。 そういういめちゃくちゃ秘きんなメロドラマ的なねあのストーリーとがをつけるっていうのがまあそのノーランのうまいところというかあのエンターテインメントとして作っていくっていう上えでそれがいい分かりやすいそういう人間関係がやっぱりないとあのみんな見てくれないよねっていう。 ことだと思うんですけど、三時間の映画。でも、そういうことするから三時間になっちゃうんだよな。そうなんですよ。で、なん、あの、そうなんですよね。だから、この映画は、あの。あの、すごく、その。なんだろう。まあ、幼少期からやるわけではもちろんないんだけど、でも、まあ、大学行ったぐらいのところからやるとして。まあ、欲張りだから、全部入れようとした結果。あの、じゃ、さっきまでの、それは一旦終わりで、ここから、はこれの話ですよ、なっちゃうことで。あの。 ああそ,それを全部そういうことねっていうことは分かるけど、うん、あの映画として見た時にだからそのやっぱりトリンティ実験が終わったところでこれお結構みんなが思うと思うんですけどもこっからまたこれがいやもう一本あるんだっていう感じにはなりますよね、うん、それはね。だから うん、まあ、だから、それ、それを、そういう、言って、なるべく、欲しくないから、ああいうふうに、時勢を入れ替えて、最初のうちに少し、高出しにするみたいなこと、やってんのかも。しれないですけども。あの、まあ、だから、そこは、すごい不思議な、作りの映画だな、っていう気がしましたね、うん。不思議な、作りの映画では、ありますよね。うん、その、そう、そう、だから、アマデウスみたいなことを、やりたいのかな、と思いながら、見ていて。うん、ただ、その、ダウニージュニア、演じるストローズ、という、下り。っていうのが。 でも途中からだんだんこれは何の話なのかなって僕は思っちゃったんですよ、うん、もう一人の主人公ぐらいの勢いでしょう、うん、ストローズという人は、うん、だけど何をした人でもないの、ね、うだからそのモーツァルとサリエリの関係っていうのがあのアマデウスという見事な映画になったわけですけど、うん、ああいう物語でもない、うんでしょ、うん、なんかずっと袖にされ続けて。うん 眼中にない眼中にない <laughs> 失礼をこかれて <laughs>、うん、あいつ許さんって言ってたっていうおじさんの話が横,横軸というか縦いや横軸なのか縦軸なのかあってこれは何だろうなって思うんですけど皆さんあれはどう捉えてるんだろうと思ってね俺はそのストローズの相和っていうのが同じぐらいのボリュームでずっと続いてるっていうのはあれは何なんです まあ最初に見たときは本当に、だから、えこういう話なのかと思った、オペンハイマーの話と思って、オペンハイマーっていうか、当然、マンハッタンプロジェクトの話だろうと思って見に行ったら、そういう話じゃなくて、なんかその、公聴会で、公聴会というか、聴聞会の演々と、な、うんか裁判劇がずっと続いてるんだな そう,きそうきましたかっていう感じでしたね。あるいはそのより分かりやすい途中でだって「あいつのことは」みたいな「<laughs> <う>俺は引きずり倒,引きずり倒して」みたいな誰も見てないとこで。 激白するじゃないあそこら辺はもう東映的な意味での実力っていう感じですねだからそれがあるんだったらだからそのストローズ主人公にしてくれた方が分かりいいっていうことそれがだからあんまり嘘方式で多分なんだけど今回不思議なのは僕見てと思ったんですけど要はその主観でねビジョンを見ちゃってすごいガーンみたいなところ2回ぐらいあるけどもそうじゃないところっていうのはこれ本当にだからオッペンハイマの主観にもかかわらず主観の映画なのに。 あのペンハイマンあまりにも何考えてるか分かんない人だから <laughs> にとってるからだからそれは客観で描く時の人物像なんですよ。<laughs> うんまあ、なのに主観で撮られてるからなんかよく分かんなくなっちゃうっていうところはなんかあうなのかなそういうよく分からない人を、うんまあ、んていうのストローズというよりそのげ下世話な凡人ですよね、うん、を置くことで、うん、相対的にその。 オペンハイマーという人そんなに悪い人じゃなかったっていうことにしたかったのかなとかそんなことまで思っちゃったりした悪い人じはないと思うんだけど要はそのオペンハイマーの天才性っていうものを際立たせる表現するために、うん、まあストローズの、まあ、凡人であるストローズが分かりやすく嫉妬するという形にしたんじゃないんですかね。ことですかねっていうね。うん、そんなまあ みんな分かったかな？<laughs> ってことはなあってね。<laughs> うん、うん、あれが腑に落ちるっていう方もいるんだろうなと思ってうん、うん、いるんですけどね。はい、どんどん行ってみよう。はい、はい、オメガマン36歳さん、うん、はい。長崎市県佐世保の方ですえー、祖父母は戦争体験者二人の祖父は従軍して東南アジアに行っていたと聞いております。 はい、幼少期から平和学習として戦争原爆については語り部の方の話、えー、映像作品当時の写真などで叩き込まれて育ちました原爆風10日ほど知られてはいませんが45年6月29日に佐世保市も大規模空襲の被害があったそうで、えー、小中学校ではその日にも講和集会のようなものがありましたと今でも8月9日のあの日あの時間には県内でサイレンが鳴り黙とうするみたいなのが例年の風景となっています そんな自分が地元の映画館で鑑賞普段より客席も多く埋まっていたと思います、えー、事前に予備知識を入れず足を運んだため最初は飛び交う時系列描写と登場人物の多さに物語についていくことに必死でした、えー、序盤は若き天才、変人、オッペンハイマーの青春と魅力マンハッタン計画が指導する流れにプロジェクト X を見ているような気持ちになりました左翼思想へ傾倒する姿にはどこかパンクスみたいだなとも思いました しかし、えー、ドイツが降伏し原爆開発はどこへという流れからのまだ日本がいるじゃないかとなるシーンでは自分そして場内に一気に凄まじい緊張感が走りました。原爆実験のシーンは何か本能的な、えーそ 怖さと悲しみで涙が止まりませんでしたそれまでの人生で目にしたり耳にした原爆についてのことが一気に思い出され、えー、これがあれになるのかという気持ちになりましたそれからた畳みかけてくる開発チームアメリカ側の歓喜のシーンでまた別の悲しみのようなものが湧いてきたように思います場内でも息を呑む声が絶えず聞こえていましたそれからの映画の展開は理解はできたんですがいまいち自分に入ってきていない感覚です 戦勝国側の原爆が戦争終結の功労者であるという理論を改めて映像として見ることに何ともモヤモヤとした気持ちを抱いてしまいますどこかウォッチメンの中でオジマンディアスがイカによるこの被害を見て涙を流しながらやり遂げたぞと達成感をあらわにする光景を思い出しました この作品があくまでもオッペンハイマー視点であるということを理解した上で、被爆国側の描写がないことの行きりみたいな気持ちもあったと思います。うん、だからといって実際に精算な映像をこの映画に差し込めという意見でもないし、被害者側の視点を描いていないからダメだとも思ってはおりません。むしろ作品のクオリティは高いと思っています。徐々に明かされるオッペンハイマーの人柄や彼のその後の物語には引き込まれました。 やっぱり、えー、原爆とそれを生んだ人々という重たいテーマがドスンと自分の心に落ちた感覚が最もでかいです、うん、この映画のを見て反米感情のようなものや、えー、オペンハイマーへの恨みのようなものはないですがなんとなく祖父母には見て欲しくないなと思いましたただただ、えー、悲しく恐ろしい自分にとっては複雑な気持ちになる映画です稚拙な感想ですがやっぱり戦争と原爆は遺憾もんだと改めて感じました、うん えー、そして80年余りの歳月と実際に自分が経験していない出来事にここまで感情をぐらつかされるのかという驚きも残りましたい、うん、ねえいやこれさそう今日とか今日とかこの間見てきてからちょっとし,しみじみ考えてたんだけど、うん、うちの親とかね山下さんのご両親とかもそうだと思う多くの親御さんもそうだかもしれないけどはあの核兵器がない時代に生きてるんですよ。はい 人生の、うん、最初のほ、ねはい、うでもねだからで我々はほらもう核兵器があってしかも使われた後で生まれてきてるんでそれ随分違いがあるなってことをねなんか改めてちょっと思ったりはしましたよね確かにねまあでもこのやっぱりここまでのねお便りこの後も実はあるんですけどこれちょっとあのノーラン監督に聞かせたいですね。 この皆さんのね声をねチャットにノーランもゆっくりはいね今暇だろう暇じゃないぜひ聞いてほしいと思いますはいえちょっと今回の登場人物を振り返ってみたいとこちらですいっぱい出てくるいっぱい出てくるまずこれ全部あの右が本物左が役者さんで下に役者さんの名前 役名本人の人物名と何やった人はかもうこの辺はそのオッペンハイマーの周りの人たちですね。フローレスピューが共産党員の愛人の最初はんかどっちかっていうとオッペンハイマーの方が彼女に惚え込んでて。 で割とその自任たっちゃ歳も割と精神不安定というか情緒不安定な人で割となんかあの苦痛供養ですぐ別れちゃって振られて追っかけてみたいな感じだったらしいですけど、ね、なんか割とつかず離れずなんですよねなんか、うん、確かにあノーランの家はネットが通ってないんだ あ、そうなんですか。マジで。そう。あ、そうだ。ダメだ。仕事のメールとかどうしてない。電子メールも受けないらしい。マジですか。え？手紙？手紙？電話？手紙受けまするだ。はい。というね、まあこの辺の方たちがいてという。はい。でからの？からの。まあ来ました。来ました。ですからまあまあオペンハイマーの敵型ということになるんですね。今回の映画ではね。この辺が全員敵だね。ええ。 このねジェイソン・クラークよかったしねこんなに危機としてやってるの俺ジェイソン・クラーク前から好きなんですけど、はい、今回超楽しそうにやってたでしょ生き生きしてるなと思いましたね。あとケイシュアフレックはハマりすぎっていう、はい、まあこういう役がハマるわけですけどこのパッシュがねジーンを殺したっていう話はあの実はささやかれていて、はい、あのー、その 原作も出てくるんでその怪しい部分は多々あると。うん、でまあ今回明らかにそうだっていうふうに描いちゃってるのあれですけどこのパッションは結構ねなんだっけ カストロのハマキ暗殺計画にもかんでたりとか、なんかいろいろやってる、殺しまくる人なんですね、殺しまくる、殺しくるやる人ですねいいろろ捕虜の洗脳とかでら、もう影なき狙撃者の世界まんまやばい、いろいろと、いろんなものを引きずってる人ですね。これと話してて、なんか、うまくごまかせると思ったオッピーがどんどん追い込められてることがすごい怖いですよね、まそこね。 かったなうねだからまあその冷戦時代赤狩りやばい映画でもあるんですよね今回半分はね。からのデーモンがねこれはねこれはまあこの後また話が出ると思うんですけどポール・ヒューマンシャドーメーカーズがポール・ニーマンマット・デーモンの役をポール・ニューマンがやっててそれが彼が主役なんですよね。 物語の主役になるような人ではあるんですがこの映画の中では結構オッペハイマの理解者ということになってるんですけどこの人もいろいろ後ろぐらいというかローブさんねただねやっぱこのデーモンもいいデーモンと悪いデーモンっていうのは結構はっきりしてますね役柄的に。演技はいつでもいいんですけどなんかなでもちょっと今回やっぱりこのほらだってフォード VS フェラーリとか。 この間のナイキのエアーとかね。やってることは同じなんですけどね。しかし、中の、これ、人間がどうしようもないじゃない、今回は。なんかね、怖いですね。いや、まあ、だから、そのやってることはひどいんですけど。意外、なんとなく人間的魅力で見せられちゃう。いう後でも、の恐ろしですそこ。まあ、それは、ここ、前もポール・ゲーマンですからね。<laughs> あの、そうなんだよね。<laughs> この人が、まあ、とにかく、オーピーを引き入れた超音本人なので。そこから始まったわけですよね。<laughs> <laughs> はい。<laughs> でまあ、最初は本当はこの下のローレンスさんという人をリーダーにしようと思っていたという話もありますよねところがなんかちょっと困りますって言われたんでオッペンにすっかっていうことだったというのがジョッシュ・ハートネットというこの人は本当にあの、えー、イケメン、はい、あの本人もあのアーネスト・ローレス本人もイケメンだったんでそして右上のこの8作をくれるおじさん8 <laughs>、はい、作食べなはれっていうことですね。はい 発作はね、それこそあっちのシャドーメーカーズでねすごく効果的に使われてました。はで、それから右下、怖かったですね。怖かったですね。いや、こいつは本当に頭の、エドワード・テラさんは本当に頭のおかしい人ですけど、テラーそのものです。恐怖、恐怖博士ですよ、この人それをまたこの顔で。ベニサフティっていうのが笑うよな。 実は一番恐ろしい人なんで、うん、この人とポン・ノイマンの二、はい、人が多分一番恐ろしいですね。あれあれ こんな、こんトムコンティなんだっていう。トムコンティじゃないかと思いましたよね。まギャグ、まギャグのギャグですよね。この、アインシュタインの格好っていう。コス、あ、一切のコスプレをしているトムコンティ。ね、やっぱ、ツイードのジャケットがあの、トレードマークで、ちゃんとそこも再現っていうね。そう。言ってね、あなたもやっぱり人間だっていいだと思ったぐらいですけどね。コンティもね。酒、酒、ビューティフル。ってね。 はい、からのニュールスボアね、はいはい。ケネスブラナーですね。ケネスブラナーびっクりしましたね。僕も最初に知らなくてみつ見てたんで、さ初めて見たときこんなところでボーア役でケネスブラナーが出てくるのめちゃめちゃ豪華でした豪華ですよね。もう笑っちゃうんだけど、まあこのまあね、オールスターエンターテインメンの方がこういう映画だと一目でわかるからみんなオールスターエンの方がいいよっていうまあそういう教訓ですよね。これはね。確かにね。そうですね。はい。 みんなさ、ボーアのことは分かんなくても、あキリス・ブラナーがなんか偉い人なんだよね。っていうことは分かる。それは分かります。確かに。そういう丹波哲郎的な。まあ、デラミ・マレックでしょ。ねねはい最後にいいとこ見せる人。いいとこ見せる実は相当似せていたということが分かりますね。はい。からの似せるといえば。似せるといえばのゲイリオードは。特別出演。僕、ゲイリオード。 何で選んだの何で選んだこの人、えこの間、あれやってましたでしょチャーチルやってたよね。チャーチルやってトルーマンやってね、別にスターリンか次はっていう。ちょっと各国のやっていかないといけないんじゃないアイゼンハワーとかにいろいろやるんですね。確かに。それから、まあ、えっと、最後にこれだ。ハイゼンベル。 一瞬、ねうんまあ、でも一瞬だけどやっぱりどうしてもね。はい、っていうか,、まあ、っていうかあのここに出てきた中で真の天才というのは、まあ、アこの人ハイゼンベルクとアインシュタインっていうことですかね。全員,全員天才級だから真の天才と言われても超天才。 そして左下ですよ。この人のモデルが分からなかったんです。なるほど。はい。で、半ソロ。半ソロの人。若半ソロ。半ソロの人ですね。若半ソロだけでいいとこ見せましたからね。いやいいとこ見せましたね。まああとは若半ソロの人はね、別にあの芝居問題ないでうマインで普通にあの全然ね、本当良かったしいい役。半ソロが良かった。そう。それは良くない。はい。そして右下にまあ今回そのノジョン・フホン・ノイマンこの人は出てこない。はい。 一番やばい人です、ね、あれもう一枚作ってなかったっけもう一枚でもこんなもんあ,それあ、そうんもんも、うん、僕あの、あれを入れたと思ってたんですけどあのえっとあのえっと、ファインマン入れてるちゃんと文ンを叩いてる写真を用意して ちゃんとボンゴ叩いてる写真を用意してたね。ちょっと入れ忘れちゃったかな。不思議ね。入りましたね。入ってたページがあったはず。ただまあノイマンがこの何しろですから爆縮レンズというなるものが、それはやっぱ原子爆弾にとっては非常に重要なパートだったわけですよね。でなんならそのオペンハイマー以上に仕事をしてたんじゃないかっていう。ま彼がいなければっていうことですよね。これ実はね。ね。 でも今回は登場せずです。影も形もない。なんか原作でも出てこないんですか？と言いますね。うん。なんでもまあだからなんだろう住んでなかったからですかね。ああまあそうね。そうね。まあそこに街に住んでなかった。うん。でもね。でもね。余儀だったから。いやいやでもだからって出さないのおかしいです。こと言いますけど不思議ですけどね。ことです。うん。ええ。というちょっとそこら辺がなんでだというところも残りますけど感じでございます。の今まあ三体にも出てきた。 というか、言及されていたと、どなたかが、ね。はい、先週からの続きでね。うん、はい。ということなんでござす。あとね、そうそう、デインデハーンもね。デイ,デ,デインデハーンは、この間の、あの、ダムマネーに続いてね。あのー、割と、こう、イケメン青春スターだったのに。すっかり、嫌な人の役になってきたな。うん、ということでございます。<laughs> そうですね。はい。うん、ということでございました えー、さらにさらにお便りをいただいたのが、えー、所長長谷川さんでございます所長長谷川さんも広島で生まれ育って今も住んでいるんだそうですはい、小学校から、えー、8月6日8時15分には全員で黙祷していましたし原爆教育に割く時間も多かった 私の原をみんんな読んでます今どこかの国から核爆弾が投下され、えー、窓から激しい光が差し込んだらどうしようと妄想して怖くなり寝れなくなったりする経験を広島長崎の子たちは結構していいると思います、えー、映画で一番怖かったのはオッペンハイマーが科学者として成し遂げたい成果が結果的に大量殺戮兵器であったということそれを軍事利用することに躊躇しない人たちの存在でした。 原爆投下を止める機会が何度もあったのに止めようとせず、投下後にくよくよ悩むオッペンハイマー、メソメソしてんじゃねえよ、お前のことなんか誰も見てねえし、原爆を落としたのは俺なんだとぶち切れるトールーマン大統領にも生々しさを感じました。20億,かけて、えー、20億ドルかけて町を作って、家族も住まわしてもらって、好きなやつ集めて、ここで思う存分実験しろと言われたら、使うのはやっぱりやめましょうとは言えないのか。 えー、この映画の感想を考えているときに思い出したことがあります。デッドゾーンの、えー、マーティン・シーン演じるアホ大統領が核爆弾の発射スイッチを押すシーンを、えー、中学生の時に見て怖くて悪夢を見たこと。私はトランプ大統領を見るたびにいつも不安感に襲われます。うん、なんでかなと思っていたんですがそのアホ大統領と印象がダブルからだということが初めて分かりました。再ししててももななないでしいものでででほのすすす回目は子供たちを連れて見にに行きまま人でアイマックスとなるとる結構な金額になりますが 予習も一緒にして終わった後いいろいろ話ができたらとと思いいます、うん、いうねでもあの窓から見ててさ、うん、もしそこからで爆発したらって遠くでとかね、はい、見えるところでって想像することはあるよ、ね。あるある,あるあるありますね。ででもそしたらもうどうにもなんないからなっていうね <laughs> どうにもなんないからなではないっていう映画もまたあと出てきますけどもそうです、ね、話はね。はい、ねまあそういうことそれ結構でも考えたな うんうん、っていうか僕は別に三十代とかでも考えてましたよね。それやっぱり考えますそれは。ね今はね隣の建物があって向こうが見えないんで<お>あのだから遠くまで見えると。 怖い感じになる隣の壁とか隣の壁とかだと見えないからもうしょうがないじゃないですか。大丈夫じゃないんだけどね。でもなんか若歌さんの恐怖感はこれはその多分この後も出てくる話だと思うんですけどこれ結局さ日本って別に問題じゃなかったんですよねここのマンハッタンプロジェクトにあっては。要はナチスドイツが原爆を開発しているっていうのが最大の恐怖で。 オッペンハイマーはだから、えーとまあ、ユダヤ人ですからね、はい、あのナチスが作られたら本当にこの世の終わりだっていうんで、うん、えやってたで日本はそんなに心配してなかったっていうかあの日本はだできないだろうっていうのは分かっていたんでナチスや領子用の研究はそう進んでいなかったので、うん、情報は筒抜けであったという話もありますからだから、まあ、結局あの、えー、ドイツが降伏した時点で、うんあの 実際的にはほぼ終わってたわけですね、5月だっけ、はいうん、終わってたんだけど、それでもやめなかったのは、まあここ、実はオッペンハイマーのあんまりそこでそこをしつこく語ってないんですけど、うんはい、結構それは重要な話で、やっぱり明らかにオッペンハイマーはここまでやったんだから、うん、最後までやりたいっていう思いがあったわけでしょ。 っていうところに関しては特に何も考えてないっていうか、はい、まあう,うまくしたら使われないかもしれないしくらいの思いでやってたんじゃないのっていうことですよね。そううですよね、うん、そなんかこう結構 結果についてあまりこう思いをはせることなく何かやっちゃう人っていう描かれ方は一貫してそれていましたしそれでねそう結果が出た瞬間に「いややばかったな、うん、やばい」ってなるという、うん、そうですねそれはだからそのアメリカとかもアメリカはだからその大戦後の世界,世界情勢がそこでどうやって発見を取るかってこうばっか考えてるわけで、はい、まあそのあとでもなんか大便りでもあったけどもその密約があって日本がのがあったっていうの話はありますけどもそれと別にそのだからなんていうのこうテストで 爆発させて、ソ連のやつも見学させてやればいいじゃないかと、いうような話もあったわけでしょで、だから、それもこれもだから、日本に落としたのも、その日本が降伏しないかじゃなくていうのとか。その、ね、まあ、その、その、本土決戦になったら、大変な被害が出るだろうっていうのも、一種のそれもやっぱりエクスキューズ。うん、で、やっぱ、その落として、これがあるって見せたいっていうのは、まあ、その、なんての、政府の、おも、国家の思惑としてある。ん。だわけで、それ考えると、本当にやりきれないですね。それはね。うん。はい。 さらに、うんはい、広島の建築士さん、えー、被爆者の祖父を持つ被爆三世です、えー、小学校低学年の頃授業中アニメ版「裸足の原を見せられたり当時存命だった祖母と一緒に原爆資料館の老人形たちや、えー、被爆写真を見て食欲をなくしたりと原爆教育については一通り受けて育ってきました、うん、本作については肯定派です仲間と協力して困難を乗り越えるという 普通のお仕事映画であれば高揚していくはずの展開が積み重なるほど不穏さを増強していく体験は初めてでした劇中のオッペンハイマーたちの姿を見ながらかつて宇宙物理学の、えー、研究機関を見学,見学した際、えー、廊下でお茶を飲みながら出会い頭に議論がスタートすることがあるためあちこちに黒板やホワイトボードが配され数式で埋め尽くされていたことを思い出し本当はこういう場所で宇宙についてのワクワクするような議論をしていく だったた人ななのにとと何とも言えない物悲ししさを感じました多くの人の印象に残るであろうカウントダウン描写に至っては鑑賞中に力が入ったままで映画上の緊張感から来る手の震えという表現を本気に受け取れたことは自分でも驚くべき体験でした。 一方で、現、えー、影での原爆描写については肩透かしであったのが正直なところでしたが、被害状況をスライドで見せられる際に、オッペンハイマーは目を背けてしまうという描写と合わせ、彼の想像、想定が甘すぎたことの表現と理解することにしました。えー、やろうと思えば、技術的にはいくらでも残酷な表現ができたはずのものを、あの程度にとどめたことで、その表現だけを抜き取られて、消費されることを避けることにもつながったと感じています。 作り手側の方は持ちすぎな解釈な自覚はあるんですがそれはエンターテインメント対策として多くの人に開かれた映画であるという点を応援したいという気持ちが強いからです、うん、この映画が原爆映画におけるシンドラーのリストとしての位置づけとなり多くの人が当時の状況を知ろうとするきっかけになることを期待しています、えー、祖父は現状この映画は見たくないと言っていました無理事はすべきでないと思いつつも彼がどんな感想を持つのか聞いてみたいです、うん いろいろな感情が湧きながらの帰りがけふとポスターに目をやると一線を越える常識が変わるのコピーとともに元気いっぱいこちらにダッシュのゴジラとコング <laughs> <laughs> オッペンハイマーのコピーと同じようなことを言ってるのにこの楽さよと少しフフッとなって気持ちが軽くなりました映画館っていいものですねってまあやっぱりね、あのー、先ほど僕が言ってたようなことをおっしゃられてますけどね。 そう,ね、うんまあ、まあ、そのまあそう,そういうふうに見ることはもちろんでき可能だとは思いますけどね想定の甘さとかそこにあの思いが至らないというところも含めてのオッペンハイマーって人だったっていう、うんうん、でも本当にね,ねさっきからその話に出てるけど何だ,だろうこう まあ、誰がやってもそうなると思うんだけどその要はマンハッタン計画があってロス・アラモスに街、ま、をつくるでそこに史上最強の,、うん、あの物理学者集めてこれからガンガン研究やるぞっていうのっていうのはだから普通に考えたらそれこそ,そ,れそのなんか映画的にどんどん盛り上がることでしかないんだけど、うん、それだからあれだよねだからそのすごい大工呼んできてこれからアウシュリッツの建築が始まりますとか言われても そうはなんないでしょっていうことと同じ,、うん、同じとは言えないけどそ,のそういう感じになってしまうんだけどもだけどその一方でそのそのアウシュビッツみたいなことと違くて原爆の場合はだから,だからその日本アメリカとかで例えばそのその戦争を終わらせた評価すべきものであって、はい、それからその時の物理学の,何の,んのブレイクスルーがあったということで考えるとだからそ,そこがすごいモヤモヤするところだよ。そうですうね,ね<ー> でまあ、あの、うん、そういうことだと思うけどねもうだから今回の映画見ててそこのところにど,こどれだけモヤモヤできるかはそのなんかその国籍とかによってだいぶ違うような気もしますけどね、うん、国籍とかそのどれ何を知ってるかによってだいぶ違うような気がする。まああのー、その基本的にやっぱり、えー、原爆が戦争終結を早めた、はい、うん っていう,、まあ、そのうナラティブが、はい、アメリカではまあ基本的支配的というか、うん、普通に受け入れられているっていうことだとは思うんですよね。うん、それね調べたんですよ、うん、なんだっけな、えー、っとちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ、えー、っとねアメリカの調査。うんはい 1945年ですね、ですから終戦直後ですね、うん、アメリカでは85%の、うんえー、市民が、うんその、日本への、うんえー、原子爆弾攻撃を、うんまあ、アップループ、支持してた、うんうん、で、それから時間が下って2015年、今から10年ぐらい前になりますと、約半分になるんですよ、56%まあ 戦争を経てない人たちがもちろん、経てない人が増えてくるわけですからうん、うん、そうするとまあアメリカでもまあやっぱり世論は二分してる形になるわけですよねうん、うんまあ、これはでも本当にわからないというか、うん、あのただ、えーと、アメリカ人がそう言いたくなる気持ちも僕はわからないでもないんですよ。うん、その当時の日本、うん、大日本帝国の、はいえー、軍隊の人あの、まあ、やり方を見てると。うん まああの日本人って本当に食うものは食わずなのに刀を持って突特攻してくるやばいやつらだ何,かある何するか分からない全然降伏してこない1億特攻だとか言ってたわけでしょ。なんでえそれは本当にそれがじゃあ,あのなしでえ終わったのかどうかって分からなくよっていうのはまあそういう。 一理ははあるのではないかとは思うただう、ね、同時にやっぱりその効率的な考え方そういうね、うんうん、原爆にはその,その効果があってその効果があるんだから、はい、何万人殺しても構わないっていう考え方自体がやっぱりおかしいっていうか、うん、その人の命をそういう形で換算することっていうことがやっぱりそのオッペンハイマー的なって言っていいのかどうかかんないけど要はその戦争 ああいうその大量破壊兵器を一つの兵器に換算しちゃうわけじゃないですか、そこはやっぱり、ただやっぱりそれはどっかで原爆、うん、水爆っていうものは、その単にお、えー、大きな爆弾ではないっていう、そこの差はあるよねっていうことが、うん、やっぱり見えなくなってるんじゃないかなという気はするわけです。TNT に置き換えちゃいいますすねねそうなんですよ、ねうん、はい もう一個言ってみようかな。はい、私の弦の僕さん推し僕です。はい、<laughs> 歴史ガチ勢というわけではありませんが、原爆投下地に関する点で違和感がありました。1944年にチャーチルとルーズベルトの間で結ばれた、えー、ハイドパーク覚書において、原爆は日本人だけを狙うという密約が結ばれていました。うん なのでマンハッタン計画のメンバーたちがナチスを倒すために作っていたというのを強調されると本人たちの視点からすれば事実に近いのかもしれませんが歴史を知っている側からするとあえて密約を漂白されたようにしか感じません。日本が加害国 国であったことは日本国民が強く覚えておく必要がありますが同時に日本国民は原爆の被害国であり被害の実態を誠実に描かない作品についてはどんどんうるさいくらいに批判をしていかないといけないのではないかと思いますという、ねうん、ことですね。うん、まあだからそのある種そのユダヤ系の科学者たちも何て言うんですか、まあ、ナイブ、まあ、オッペンハイマー自身がナイーブと言われてましたけど。うんうん まあ,ある程度そこら辺をこう、まあ、無邪気にっていうのはおかしいな、うん、こう彼らは彼らなりにこう大義があると思ってやってたわけですよねうん、うん、思い込んでね、うん、ところがまあそのまあそれね出来上がったらね軍人が「はいどうも」っつって持ってっちゃうわけだかられ、うん、それはねあれね出火されていく原子爆弾を2つですね <laughs> なんかドナドナみたいな感じを眺めてね、うん <laughs> なんだこのシーンはと思いましたけどねドラドラじゃねえだろうっていうね,いうねことなんですけどね,ね、はい、さらにさらにはいショウガさん え本作は「原爆」という人類史規模で重大なテーマを扱っていますがむしろエンタメとしてちゃんと面白い映画だからこそ当時の大衆にまで批判的な眼差しを向けつつアメリカの、えー、残酷な歴史を描き観客に訴えられるに足る、えー、これ何て読むんでしたっけ閉鎖力みたいなやつってモ <laughs> 持てたのではと思います。 と同時にこの映画で描かれる天才オッペンハイマーがまた新たな偶像として祭り上げられればそれはそれで問題ですしこのオッペンハイマーに罰を与える形となったストローズが対照的にすがすがしいまでの悪役を買って出て分かりやすい報いを受ける描写にはどこかいろいろはぐらかされたような気がして心の置きどころを定めきれていません。 えー、ネット等で見かけるオッペンハイマーの、えー、感想では、えー、往々にして日本人として云々というフレーズが枕言葉と化していますがそれには正直モヤモヤしています被爆者の犠牲者性は彼らだけのもののはずです無論、えー、もちろん核兵器に対してはこの世に生きる全人類が当事者であり責務こそありますがそれ以上でもそれ以下でもありません 偶然同じ国に生まれたことをよすがに進んで自分を被害者と重ねてあるいは丸呑みにして無批判に犠牲者性を獲得してしまうことは果たして本当にそれでいいのかなどと考えてしまうのです。オッペンハイマーへのアンサー映画が、えー、日本で制作されるならば同じ日本人が被爆者を差別してきた歴史も国名に描いてほしいと反日、うん、極左の売国度の一人として思います。 オッペンハイマーのアンサーになる映画をっておっしゃった方がいたみたいですね。あのね、余力って言うんだって。両力ってい力じゃなくて、筋力のことだ力。はい。ありがとうございます。オープンハイマーに対するアンサー映画ね。どういう映画なんですかね。あの少なくとも少なくとも脚本は誰かに書いてもらったと思います。だからそのそれはだから自国のやった戦争での一番恐ろしいところに目を向けるっていう意味なのかな。 普通に考えたらねいろいろあると思いますけどそれはほそれをやっぱそういうことが言えちゃうところなんだろうなと思って出世の秘訣はねあんまり言うとねまたうんうんことですからうん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 ううんうんううんそうなんです確かにねどう答えるの っていうのが別に、うん、っていうかそもそもあなたが答えるですかっていう別にあの人に言ってるだけじゃなくてうん、うん、誰に対してもね、うん、その誰かが答えるを出せるとかそういう問題なのななっていうことなんですけどね。まさにしょうがさんがおっしゃる通りでやっぱりその日本人として「うんぬん」っていうところ。うんうん ですよねたまたまその誰しもまあ日本人なら日本にたまたま生まれただけであってあの時代うん、うん、ないし今いつの時代でもそうですけどうん、うん、っていうねまありねそのねそこはだからそ,それはちょっと多分今日ここで話しても答えが出ない問題ですけど、えー、その被害者性みたいなことをまあだからがねだから。 をどう考えるか、うん、それはだから果たしてその,その被害者性でもいいけども何でもいいけど例えばまあそのよく共感しましたみたいなことでも、うん、まあ寄り添いますみたいなことも何でもいいけどそういうのもだからどこまでそれがその。うん こういう部分はあると思うけどベン図みたいに重なってる部分があると思うけどもしかしそこでだからそのはみ出た部分もその自分のものにするっていうのはそれはまあ三奪になるだろうとかね、うん、ということはいろいろ言えるとは思いますね。と同時にだけど共感するということは非常に大事なわけでしょ、うんね、そこは難しいとこであって、うん、まあでもね、あのー、僕の好きなね、うんあのー、作家のね辺見洋さんがね、うん なんだっけなその子どもの中学ぐらいの時にその原民喜の,あの広島についての小説を読んで,、うん、でそのなんだっけなあの「内面の被爆をした」と書かれていたんですで優れたそので、まあ、原民喜は自分自身の経験をその小説にしたわけですからうん、うん、そういう優れたその文学うん、うん、作品には、うん、そういう効果効力さえあるというふうに。 言われててね、うん、なんとなくその内面の被爆という言葉がすごく分かった気がしたんですよ僕その時なんかやっぱりさまざまなものを見てきて自分も同じような経験をした気がしているし、うんうん、まあでも翻ってじゃあ今回の「オッペンハイマー」という映画がどうであったかなっていうのはもうちょっと3回も見といてなんだけどもうちょっと考えると見る必要はあるなという気がした。うんうんうんはい、はいいいははそそののの内面の被爆じゃないけどもちろん文学ってうううね意味でその魂に 直接届くものだだととすすする、はい、わけだからそそれははまままああねううういいいす、うん、いころろり気がしオッペンハイマーについてはですねそろそろちょっとこれで、うん、この話でですねまだあるのかでもな、はい、この話パンフレットに書いてあったんですがというノボさん「うん、あの爆破シーンのために本当にニューメキシコで爆弾を落として撮影したというのは嘘であれは CG とのことです」だったらよく見る爆発ではなくって何か別の表現はなかったのかとも思ってしまいました。うん、っていう <laughs> あの、うん 嘘でっていうのもまあう嘘そで一応ちょっと調べてみましたよとこれだ。うんはい、これですはい よしきさんこれはどういうことですか、はい、えっ、ー、と下を読むことになりますけども <laughs> えっとですね、まあ、ガソリンプロパンアルミニウムマグネシウムの混合物をむちゃくちゃいっぱい爆発させたんですね、うん、でまあそれをいろんな剃り方をしたとでま,まあそれとその、まあ、だから塔とかをぎチアで作って右チアってもすごくでかいんですけども、うん、そこで大爆発させたり役者がの後ろにちゃんとほ見えるように爆発させたいと、うん、まあいろんな爆発をやりました。 マイケルウェイ呼びよかったと思いますけども、そのいろいろ爆発やって撮って。で、それをまあ、いろんな使い方してるんですけども。まあ、形になったいろいろ細かくその C. G. とかで、うまく合成したりして、なるべく巨大に見せようとして。爆発。えっと、実際の爆発で、それをまあ C. G.。処理ある部分だけど。使ってます。そういうのも使ってます。まあ、処理、デジタル処理で。いろいろいじくって作りましたよっていうことですよね。そうです。そうです。で、そうやってやったってことなんですけども。 やっぱり、あのーまあ、原爆実験の映像とか見ても分かるし、うん、もちろん、あのー、やっぱりその核兵器の爆発とガソリンの大爆発はちょっとやっぱり種類が違いすぎて、爆発のスピードが違うんですよ、そもそもも大きさも違うから、はいあ、僕も最初見た時に、えこれでいいのかいっていうのはすごい思いましたね、それはそうそうそ爆発のスピードが違う、うんあのそれね、燃焼スピードがね、燃焼しないんだけどさ、核爆発の場合は、最初の。 っていうのはね、思って、だから、その、その。怖さって思ったんだけど。いっそノーラン監督もね、うん、その、やっぱり、ほら。こんなこと言うと、すごい嫌味に聞こえるけど、スカシが好きでしょうん、うん、別に、その、本人が好きでやってんだから。<laughs> そのねさっきも言ったスペクタクルが嫌いでスペクタクルを見せないとスペクタクルではないものをっていうことをやってんだけどんかそれ今回は僕当にそういうスペクタクルになるだろうと思って見に行ったんでたんであ後で出てくるんで繰り返しになりますがそれはですねデビッド・リンチがツイン・ピークスでトリニティ実験の一番すごいやつを。 使っっってて本当に誰も超えられないやつを作ってしまったんですねであれの真似をするわけいかんって言いながらちょっといろいろ真似してるとこもあるんですけどもしかしその引き絵のねあの爆発のところはまああれを超えるのはできないんで多分多分とか絶対見てるから、うん、まあそれでそこでまあ維持張ったみたいなとこあるんじゃないかなっていう気がしますけどね。いやなんかまあ別にその なんていうすかしがお好きでしょっていうかなんていうか、うん、別にいつ見せなくてもよかったんじゃないのっていうことすら思ったんですあそれはだからねあこれもまた後と出てきますけどそれシャドウメーカーズだと、はい、あのこのゴーグルに映るあれで表現しててっていうのね、はい、ほとんどね、うん、そうあ一応出ますけど、うん、なぜならばやっぱりその表現として、うん、その爆発をはッと思って見てましたけど何それよりやっぱインパクトがあったのはその後に音がきますでしょ。うんうん やっぱり映画館で見るっていうことの凄さを思い知りましたよねあれはね風が来るみたいな音ですよかったねブワーみたいなだけどさ画面に映ってる風がそこまで強そうじゃないんだよそう。あれもちょっと違和感でもっと続くんじゃないですかあれは強い風がどうだろう風は一瞬なんだけどなでもなんかもっと強い気がしますけどねまあそうそう戻ってねまた見ますからあ音遅れてくる音しかもあんなバカでかい音がめちゃくちゃ待たせたけどねあれね あのー、初見の時はもうびっくりして飛び上がったぐらいの音であってねそういうやり方もあるんだからわざわざそんなっていうねってことでした、うんはい、でもまあびっくりしましたよ、うん、爆発もねはいもうちょっといきましょう、はい、AI に魂を売った男さん内容に関しては歴史ガチ勢の方々にお任せするとして私は IMAX の話をしたいです、はい、オッペンハイマーシーンの一部が IMAX フィルムカメラで撮影されています 通常の劇場では2.20対1というアスペクト比で全、えー、編統一されていますが iMAX シアターでは iMAX で撮られたシーンが1.90対 1, 過去、うん、1特定の iMAX シアターでは1.43対1のアスペクト比に拡張され通常の劇場では見えない部分主に上下を見ることができます。うん えー、ノーラン監督の映画が、えー、公開されるたびに SNS 上で参見されるのがアイマックスで見ないと意味がないアイマックス一択これはアイマックス案件といったアイマックスハラスメント発言デューンパート2の時もこういった発言は多々ありましたこういった発言があるとじゃあもう見ないと思う人が出てきてもおかしくありません、うん、私は通常の劇場とアイマックスレーザー GT1.43、えー、対1の両方で鑑賞しましたが結論を言うとオッペンハイマーは別にアイマックスで見なくても全然大丈夫だということです 基本的に3時間ほぼ会話劇なので iMAX、うん、カメラが効果的に使われている場面は少ないといった印象でしたむしろ iMAX カメラで撮られたカットとそうでないカットの切り替えが激しいのでかなり集中力が削がれてしまいましたうん、うん、見ている最中トランスフォーマー最後の機種王のバラバラが格く問題を思い出しました <laughs> <laughs> どちらかというと前編ずっと流れているルドビグ・ゴランソンのスコアや、えー、トリニティ実験での核爆発の瞬間原爆投下に歓喜するアメリカ人の感性が、えー、原爆の犠牲者たちの悲鳴に聞こえていくシーンより映像より音の方が大事な作品だと感じましたのでこれから見る人は通常の劇場でいいのでできれば音響の良い劇場で見る方がよろしいのではと思いましたという、ねうん、ことでアイマックス問題。 <laughs> あ今回、アイマックスで見てないから、ドルビーだ。まあ、確かにあの、AI に魂を売った男さんの、まあ、おっしゃる通りかなという気がしました。うんまあ、ただあの、やたらめったらな、俳優たちのドアップ、まあ。クローズアップがね、クローズアップがね、はい、いやその,あのレンズもすごくてね、ええ、ちょっとあの絵作りが本当にすごい,、ね、すごいんだけど <laughs> あのす、すごいんだけど、なんていうの、こうそこもあのなんていうの そうなんですよね。<laughs> こう毛穴が見え、<laughs> 見えそうな感じ。非常に社会人で浅くてね、うん、よくあれ撮ったなと思いますけど、技術的にはすごい高度なんですけどね。ねアイマックスで、ホイテ力。うん、ホイテ版、ホイテ本の。ホイテ力。を、はい、まあ、た、たのせの意味がよかったですけどね。確かにね。まあ、だから、結局、その、まあ、スペクタクルではないよ。うん、ないよねっていう。スペクタクルにしたくないし。 スペースが嫌いだしスペクタクルにしてはいけないしスペクタクルと多分得意でもないしっていうことでスペクタクルではないんですよねだからそうなるとアイマックスの意味ってっていうことでまあまあですかねっていうことなるねでもだったらドルビーでいいじゃんっていうねまあまあそうなんですだからついドルビーシネマに行きがちという問題がございますなはい もううちょっとだけ行こう、はい落ち葉ひろいこ落さん量子力学の歴史やあの時代の科学者について調べたことのある人ならわかると思いますが、えー、冒頭からニールス・ボアベルナー・ハイゼンベルグとレジェンド科学者が次々に登場する展開はさながら「アベンジャーズ」を見ているような感覚を覚え <laughs> こういう映画であるにもかかわらず妙にテンションが上がってしまいました。うんうん えー、アインシュタインは予告でも出ていましたが戦時中のプリンストン高等科学研究所のシーンで一緒にいるのはもしやと思ったらやはりクルトゲーデルでまんまとにやりとさせられる始末うん、うん、この「ドクターだらけのアベンジャーズ」ですが、えー、参加メンバー中オッペンハイマーと同じくらい有名なはずのジョン・フォン・ノイマンの姿がありません、うん、いろいろエピソードが多い えー、ロス・アラモスに住んでいない数少ない参加科学者だったり文化財が多く日本人にとって重要だからこそ京都を爆撃目標にすべきと主張したりルイス・ストローズとも面識があったり尺が長くなる、えー、要素しかないので出てこないのは納得ですが少し寂しい。 フォン・ノイマン自身もストレンジ・ラブ博士のモデルの一人になったといわれる以外は知る限り映画の題材になっていませんがオッペンハイマーの成功で単独主演作が作られるかもしれませんね観客がいい意味でも悪い意味でも何なんだよこいつ <laughs> <laughs> という感想になりそうなのか難点ですがまあだからやっぱあれですねあのフォーカスがそっちにいっちゃうから今回出さなかったんですね。ということですかね。 オペハンのがそういうヒューマニストに見えしてまうみたいな本当のマッドサイエンテう人が聞いたみたいな感じになっちゃったね。確かにそのバランスの意味ではね。確かにね。じゃもうエドワードテイラーぐらいにしとくかっていうことになったんだろうなといういいあの答えをいただきました。はい。あと二つえー多治丸さん。 赤りりのバカバカカししさを描いたいたことが印象に残りました世界ではソ連が崩壊してもう2030年経ってるにもかかわらずいまだに統一教会をはじめとする極右勢力が反響を主張すれば一定の支持を得てしまいます忘れてはいけませんがあのナチスは反響でのし上がってきた政党ですそう考えると再びトランプが人気になってきたアメリカでそのような動きに釘を刺す対策映画が出てきたのはいいことではないかと考えました、うん まあねその赤貝についての映画っていうのも折に触れて出てきますでしょううん、うん、ダルトントランボーの映画なんかも良かったでしょ、ね、<あ>ブレイキングバトンとかまあで割とレッドパージっていうのはアメリカ人、うん、特にリベラルのアメリカ人にとっては割とこう非常に負の記憶なわけですよね。うんうん でも最近はもうそうでもなないのかなそれもやっぱりあの国を二分する話になってきてるんですかね。まあその、まあ、リベラルハリウッドではっていうことだと思うんですよね。うんえー、で結構そのオッハマって割とこうあのトランプトランピストも喜びそうな映画だったりするじゃないですかあ,<ー>ある種アメリカの力 USA っていう映像がね USA の力であの世界初の原爆を作っていったのザ・マーミロみたいな。 なまあ盛り上がることは分かんないけど盛り上がってもおかしくないような映画なんで、まだ,うん、だからこそアメリカで大ヒットしたんだっていうことでもあるとは思うんですよね。と、ね、かなしも赤狩りのこれを見て赤狩りの虚しさを感じてくれるかっていうとちょっとどううでしょうそこのとこはもう一つね、うん、そのまあ赤狩りということはないしその当時の,、まあ、その反響 主義っていうところのやばさっていうのはね、うん。しかも、だって、今回ので描かれてるその聴聞会はさ映画でも言ってたけど、もう。本当にオッペハーンハイマーに対する個人的な。まあそ、ね、その、そのパニッシュメントだからさ、うん、その全然公聴会,会でも裁判でもないから、ね。本当、まあ、裁判でもない、ねまああ。まだ、その本当に赤狩りの、その真っ赤しとかろ。の公聴会とかある。うんうん、あの、ちょっと別のところだもんね。っうですね。うん 本当にそっちの方であげられたらもっとやばいことになってるということだと思うんですよね。だと思うんですよね。確かに。うん、あそこはあの嫌がらせとで狭すぎてうん、うん、アタックオブザキラートマトの会議シーンかと思ってたよね。<laughs> 予算ないんか、うん、<laughs> お前の映画は <laughs>、うん、まあでもそうなのかなオッペンハイマーという人のまあ罪ということを描きつつ、うん、ただ同時に先ほどのお話「赤狩り」っていうそのもう一つの負の記憶を持ってきて。うんうん ある程度そこからそれを経てオッペンハイマーが名誉を回復されたうん、うん、かつその,あの作中ではすごくゲスな男として描かれてるあのストローズという人はそれで失脚するうん、うん、みたいななんかやっぱりちょっといいとこに着地をさせようっていう後半戦はそういう話だったのかなって思っちゃいますよねなんかね。うん 何でもそういうういことだとだだ思うよねうんね、うん、ある程度これで通兵みたいな感じになっちゃったのかなっていうのは <laughs>、うん、ちょっと考えちゃうなそのね、うん、っていうことでございますね、うん、はいそして最後にオッペンハイマーたちの原爆開発を、えー、神話に例えすぎな点にもやもやしました、うん、もちろん原爆はただの爆弾ではない恐ろしい兵器ですが 彼らの研究はできるとほぼ分かっている爆弾を命令を受けて作る他国との競争だったし原子爆弾後の世界は新世界ではなく戦争の慣れの果てです彼らや、えー、当時のアメリカを甘く描いてはいなくとも研究を神話になぞらえて苦悩を崇高なものに見せてしないかと思いましたっていうのは確かになあでもそれはピー本人が言ってく話だからな,な本人がそう考えるのが好きな人だから<ー>っていうことのだよねだってバカバットギーダー好きだし、うん 神話を出してきてんかね崇高ぶりたいのはオッペンハイマー自身なんだよそこに確かになそこに対する冷めた目線があったかなとは思いますよね。こここいいいつんんんなななななに言ったけてまますどどみでもかかか難しよねねの映画あり作品ううだろ監督自身が まあ脚本も自分で書いて、うん、しかもそのオッペンハイマンの一人称で脚本を書いてる、うんうん、ある程度そのご自分自身を重ねるところもあったのかなーなんてあんまり好きな考え方じゃないんですけど、うん、まあねどうなのあんまないんじゃないの あっとしたらもうちょっと突き放してもそこは良かったかもしれないよやだから割と突き放してはいると思うんだけどね。突き放してはいるけどさやっぱり映画の主人公3時間の映画の主人公になるとどうしてもねまあね何かしら出るでしょうね。だしまあそういうでも結構さノーランもんだかんだ言って結構そういうの好きなんじゃないかと思う。いやいやそれは好きだと思います真面目だし。真面目だしね。 とにかくオッペンハイマーずいぶん弟も一本立ちしたんだからねはんまンいろいろありましたけど非常にこうんていうか真面目に見ましたすごい真面目に見ました久しぶりに映画をすごく真面目に見た3回も見るってすごいねえ もう一回いくかみたいなまあでも本当にここまでの不義理はちょっとこれで免じてノーラン監督には許してもらえるんじゃないかという是非テネットもテネット見よう見よよテネットということ僕割とあの柳瀬さんはあれですけど僕メメントとかんだっけ最初インソムニアインソムニアね割と嫌いじゃなかったんですよんかそうかねということなんでございますはいということでね後半戦 です。はい。特集です。こちらです。来た来た。はい。あのまあオッペンハイマーについて取り上げていくにおいてですね、やっぱちょっと弊社はあの違うことやりたいなって。あの原子爆弾にまつわる映画の歴史をちょっと振り返ってまいりたい。駆け足でね。駆け足になりますけど。時間がねあれですから。はい。はい。で二部構成です。はい。 第一部こちらですえと史実に基づく作品編これどういうことかと申しますと実際にその広島長崎への原爆攻撃ないしはそこに至るその実験とか実験ですとかその開発にまつわる映画というところで集めていましたでとオッペンハイマーに先立つこと80年ぐらいですかもう、うん、47年にもうできてるはい、うん、終戦から2年目 初、えー、めか終わりかという、えー、これ、ドキュドラマというんでしょうかね、うんうん、実力劇映画ですね、うんはいで、マンハッタン計画の成功、まあ、鍵加工で成功までをつづっておりますと、終戦から2年後ですから、えー、当然、これ、あのー、オッペンハイマーも出てきますし、うんえー、トルーマーも出てくる、実際、レズリー・グローブスがお金もらって、コンサルタントに就任したという、うん。な お話ですね。まああまあその完全に大生の映画 <laughs>、はい、ですね。それは、ね、ということでございます。うんはい、物語日本でやったの？日本では私はどっかであれしたのを見たことがあるんですけど、<ー>でね、そうえっ、ー、とそのアメリカが広島についてという知ってたのか知らなかったのかというような話については、はいはい、そのそれこそえっ、ー、とオペンハイマーの劇中でも、うん、その原爆の被害をあの人たちが 記録映画を見たりとかしますでやっぱりこれが一番事件としては大きかったんじゃないかというのがジョン・ハーシーが書いた「広島」ですね。うんうん、これは46年に、えーっと「ニューヨーカー」という雑誌に載りましたと。うんうん、で、えー、っとニューヨーカーっていうのは割とはなんていうのかなあのふ一般雑誌というか、まあ、割と軽めな読み物とか載ってるような雑誌だったんですけど、うんえー、ジョン・ハーシーというジャーナリストが広島に入りまして、えー、6人かな。 うん、その被爆された方に取材してというそのルポーですねうん、うん、でニューヨークっていう雑誌がもうその通常の連載記事から何か全部やめてこれだけ載せた特別号出した当然 GHQ とのえあれこれとかあるいはその政府はそのあの政府の検閲もされてるんですね、うん、で実際レズリー・グローブスがこれ読んであのまあ出せば。 っって言った、うん、逆にそれだけ恐ろしいもんであるっていうことが喧定できるんだる、ね、っていうこともあってここに全部書いてあるんですだから、うん、1946年にこれがニューヨーカーに乗りましてバカ売れしてうん、うん、そこである程度のアメリカ人は実相を知ることになるわけです。ですのでまあえっ、ー、とその翌年には47年初めか終わりかというような映画が公開されてたりなんだりしてと。うんうん ことです、ね、一方その頃日本ではそれから3年経って「長崎の鐘」という映画がございます。これは、うん、脚本「震度金とですね。震度金とはこの後もよく出てくるんですけどやっぱり広島の方ですからそこについてはすごく、えー、このサブジェクトについてはすごく思い入れと責任感があったんでしょう。うん、でこれは永井隆博士でですね、うん、あのこのの子を残してでおなじみの方ですね。はいはい で永井隆博士の後半生亡くなるまでを描くんですけど、うん、えとこの頃はまだ GHQ のプレスコードがありますから事実として一応長崎で被爆をされたということは語られるんだけれども、うん、当然それでその具合が悪くなって亡くなるんですね具合が悪くなってというか体が悪くなって亡くなるんですけどうん、うん、原爆被害ということについては直接言及できてないっていう,うん、うん、すごく複雑な。だからね,ね,確かにねってことなんでございます。 それからえ出た「新郎カネと原爆の子、ね」はい、これはえと原作が同名の原作をもとにえ新郎カネと監督しました、うん、で52年にはもうこれプレスコードが撤廃されてますから直接描いた最初の映画であると、うんうん、でえ同じ原作でこれは数年前に NHK で公演されたあこれか原爆の子と原作は同じですで途中までは新郎カネとも関わっていた、うんうん えと原爆ののかから分岐したで、えー、関川監督という方が作られたで広島市民すごいですね8万8500人がエキストラ等々で参加、はい、で衣装とかもそのみんな自前のものを持ってきたなんならその時に、えー、あの日あの時に着ていたものっていうのを着ておられた方もいるというようなことなんです。うん でえっと、やっぱりこれ、今見るとすごいですね、やっぱりその当然、技術的な制約とか、予算上の制約はもちろんありますから、うん、その8月6日の再現っていうことがどこまでできてるかっていうのは、うん、それはあの、ね、議論はあるんですけど、うん、ただやっぱりその53年ですから、8年前、うん、当時知る人たちが参加している、うんまね、そういう意味での,その空気というか。うんうん これは凄まじいです。で、全国配給を正直がやる予定だったんですけど、いろいろあってやめた。で、当時のの映の大手映画会社ももうやめて、撤退して映画は自主上映を余儀なくされます。これはもう DVD、ブリュレイ出てますから、ぜひ見たくだい。も出なのかということなんでございます。さらに、出た出た生き物の記録。これだから、黒沢もこの後はは夢。8月のラプソディそうですね。ありますね。 はいね、そうですね,、うん、そうねこれはしかしまあにーにこれ死ぬのは仕方ない殺されるのは嫌じゃん、はい、というね、うん、生き物の記録については朝も昼も夜も眠いさんからお便りを分かる分かるよ眠いよトッペンハイマーほぼ寝たため <laughs> 眠いからね、うん、何も言えないので古今東西原子爆弾映画ということでここはホークさんも大好きな黒澤明生き物の記録をあげたいと思います え黒沢映画で好きな作品聞かれると真っ先に口から出るタイトルがこの作品わかるな。 この後に続くのが夢8月のラプソディと核を扱った作品が続いてしまうんですが生き物の記録は厳密に言えば直接核を扱った作品ではなく、えー、核ミサイル超えといって、えー、周りの人たちに迷惑をかけるおじいちゃんが狂った映画です有田 <laughs> バリの、えー、核も長き不在も戦争を直接描かずおっさんの頭の傷跡で反戦を描いた名作ですが生き物の記録も核ミサイルに怯えるおじいちゃんの姿を通して反戦反核を描いた名作だと。 だと思います特に最後とうとう完全に狂ってしまった三船が精神病院に収容されて病室の窓から見える太陽に向かって見ろ地球が燃えているだから言っただろうバカなものを作り寄って全く人間はどこまで愚かなんだと叫ぶ姿に込められたメッセージは見た当時10代だった自分には強烈に突き刺されました分かる分かるとしか言えないこれ、ね、あのフィルム、うん、えっと国立フィルムアーカイブの美術なんだろうギャラリーに、ええ、あの黒澤がえっと タイトル決められなくて、タイトルをぶわーっといっぱい書いてるのが飾ったって。そ面白いんで、ぜひ見ていて。ね、あの悩みに悩んでいたというのはよくわかる。あで面白いですね。あります。ブレスト、ブレストやってたんですかね。でも、そう、だから、生き物の記録っていうのは、その冒頭からお話をしているように、やっぱその各公営少年だった僕。なんかはですね、やっぱ子供の時に見て、わかる。このジジイの気持ちがわじゃ、わかるって思いましたし。 その黒澤明がず,やっぱりそのずっと持ってたそたオブセッションっていうのが後々になってねそれこそ8月の「ラプソディ」に至るまで出てくるっていうのはやっぱりねあの人もそうだったんだなっていうのはいそしてはい広島モナムール「24時間のジョージ」元、はい、アラン・レンゲでございますよ。うんはい もともとは、まあそうですね「夜と霧」がありました「はい、君は広島を知らない」はい、はい、夜と霧」はね本当にそのドキュメンタリーに金字塔だわありました、うん、でその続きじゃあなんですけど、うん、広島まあそれいになるものとして考えたってことですね、はい、ところがいろいろあって断念する、うん、まあそれはやっぱりその報道の規制だったりなんだりってこともあったらしいです、うん、で、えー、劇映画に結局は形を変える、うん、で、えー、っと何でしたっけ「あのラマンの人」 マグリットっていうことを呼んでちょっとよくわかんない感じになったですけど劇中には記録映画「広島長崎に起きる原子爆弾の効果」ってこれがおそらくオッペンハイマーの中で見てたやつなんじゃないかな思ったりもしますけどこのその古代史が延々とそのんだっけヘマニエル・リバカに「君は広島のことを何も見ていない」ずっと言い続けるっていうのはランズマン的なね意味での要は広島の広島で起こっ 起こったこと、まあこれはその二人のメロドラマになっているところが、えー、岡田えいすけね、あのディラスなんですけど、<laughs> <laughs> あのまあそのそれが、えー、まあ見え見えない語れないものなんだっていう、はい、語れないとうん、うん、あのものがあるんだっていうのはは部分はまあ、うん、そこすでにまあ言ってることなんですよね。う,うん、はい、そうなのでございます。 あとは、えっと「生きていてよかった」ってこれも、えー、原子爆弾にまつわるドキュメンタリー亀井監督という方が撮られた、えー、すごい作品でしたうん、うん、あとはああ、えー、前述の「広島」という映画の映像も流用されているあ,あ,あと、えー、右の「これです」「地の群れ」これは本当に嫌な映画で、まあ、なんかこう一番。 元気なくなるやつかもしれません。なるほど。李博士差別ブロック在日朝鮮人の中絡み合い差別の複合構造。あ、なるほどね。<ー>これはね、ダンスレーダーさんのおじいさまがね、うん、ロデューサーだった。へえ、そうなんだ。本当に、もう暗黒映画っていうかなんていうかもう本当に。<laughs> あ、一番ドリルすやさん、ね。あれ、これ見てください。DVD で出てますからね。そうなの。これもうなんか、ね、出てきた。 毎日映画コンクール助演女優賞でしょですから先ほどお便りで頂いていたような何ていうのかな被害者という一概にくくって片付けてしまうことの乱暴さみたいなことについての映画だと思うんですねなるほの本当に元気がなくなりたくなかったこれが諸事情により DVD 化不可能と言われていた幻の作品が。 ついに初 DVD かあディメンションさんだえらいなえらい今買っちゃおう素晴らしい今買っちゃいい今買っちゃう目が配信中にポチるやつ本当にぜひ見てください配信中に買わないとね上がっちゃうからねそうそうということでございますねあれからあプライムビデオにもあるのかあじゃあまずそれで見てくださいそれでちょっと待ってまずこれを ログインして <laughs> これをウォッチリストに今入れますからちょっと待ってください、はい、その前お便り読んでますよ「ティムタムさん」えー「思い浮かぶ、えー、原子爆弾関連の映画として思い浮かぶのはアラン・レネの『24時間のジョージ』過去広島モナムールです」 戦時中にドイツ兵を愛したフランス人女性と原爆の生き残りである日本人男性の物語ジョージというよりはむしろ2人の対話に近いのでしょうがそれぞれが抱える過去の悲劇が明らかになりつつ復興しつつある1958年当時の広島の風景も映し出されます。劇中では新のののの原爆のや関川秀夫の広島などの 作品も引用されます、えー、初鑑賞時は難解に感じたんですが辛い記憶を語り誰かと共有するその先に未来を紡いでいくというような意外とストレートな話にも思えとりあえずのところ苦難を抱えつつも歩む人生そのものを肯定するような映画として受け止めることにしています、うんうん、最近ノーランの「インセプション」とレネの「去年マリエンバート」での類似性を指摘する文章を読みましたノーラン自身は参考にしししてていいなと発言していましたが 発想が文学的なところなどノーランとレネはどこか似ているかもしれませんただ個人的には初見時にややこしいだけに思えるノーラン作品の難解さにはどうしても魅力を感じられています。で <laughs> 難解な映画って何なんでしょうか難解な映画。ノーランの作品はまあその何て言うんですか、えー、難解というのとは少し違う気がしますねなんかでもノーランでも今日来る途中でなんか朝日新聞のつたインタビューみたいなの読んでたんだけど、はい、編集っていうのは あ,あれだよねとか言ってあの物事分かりやすくするのも使えるけどややこしくするのも使えていいよねみたいなことでフル活用してるよな <laughs> フ,ルフルで使ってるっていうこと <laughs> だよ好きなんでそれもああ<ー>、ね、でももうそれはどう,どうなんですかね、うん、ややこしくできるのもいいところだって言ってましてねまあでもあのレネの難解って言ってるのは要はその核心となるというか希望のセリフを言わないためにその周りをぐるぐる回るみたいな使い方をしてるんでちょっと違うような気がしますま確かにね。うん あの、レレのやつはだから、それじゃ分かんないじゃんって。いや、まあ、でもそれを言ったら終わりだからさって。それを言って、言ってほしいんだったら、君、小説を読みなさいみたいな、デュラス読んでも分かんないんですけどね。分かんない。もっとよに分かない。さらに分かんない。ということなんでございます。はい。さらに参りますよ。出た。はい。 みんな大事でやってた小学校で実写のほう見せられたなあ、はい、小学校時代の小,あ小学校ぐらいですねはいそうですね、うん、えと実写映画はパート3まで作られました、はいえー、でまあそれをねそうですね吉木さんみたいに小学校で見たという方も多いんじゃないかと思います 1> うん、うん、い第1部は三國連太郎左幸子いいですね、うんうん えー、ただやっぱり実写映画っていうことの限界をやっぱりその原作書かれた中澤刑二さんが感じたですねやっぱりねな、あのー、原作はだしのゲにしてからがその中澤刑二さんはこんなもんじゃないぞうん、うん、お前らいいかこんなもんじゃなかったぞって言ってましたからじゃあそれをアニメーションでどこまでできるかっていうんでまあ実際中澤さん自身がプロデューサーになって脚本も書いたで制作費も負担したというですね やっぱりその8月6日の表現に関しては「はだのゲ第一部」アニメーションのほうていうのはこれはなかなかやっぱり気合がこれはちょっとね、まあ、見ご覧になった方も多いんじゃないかと思いますけど。はい、とは言いながらもしかし隣の方の気合の入り方がちょっとなん,かやばいんですか、はい、問題はこちらなんです78年の短編アニメーション映画です。でこれを僕は おそらくその時なのかその後なのか分かりませんが日テレズームイン朝でで見てるんですちょっといろんなものを漏らした記憶がそのまま動けなくなりましたね。そういったこれも本当にだから10分の短編で本当にのどかな牧歌的な可愛らしい絵でねあの,あの朝っていうものが描かれてその後これですもん恐ろしいですね。恐ろしい いやこれほんと、ね、でもまあでもそう,そうしないと意味がないっていう,そうなんですでやっぱりこういうものをわざわざなんで見せるんだみたいな伝説ってあると思うんですよ。うんうん、でそれこそだから肌研だってその肌研っていうの最近は。肌だってその小学校から中学校から図書館から撤去しろっていうような動きがあったわけで実際そうなったところもあるわけで。 でピカドンにしたってそうですよね子供たちにわざわざそんな残酷なものを見せてって、うん、本当は肌毛についてはそこじゃないんですけどね、うん、やつらが見せたくないのは。だけどやっぱり僕は子供の頃にこれを見たことで得たものっていうのはすごく大きいと思いますし、うんうん、やっぱり見せなきゃいけないんじゃないのと思いますねそれはと、はい、いうことでございます。はい えー、お便りいただきましたポートロイヤルさん、うんえー、自分が挙げたいのは真っ黒なお弁当です小学校の頃広島で過ごしたため、えー、毎年初夏に体育館で戦争映画を全校生徒で鑑賞する機会がありました題材は 毎年変わり沖縄戦の白旗の少女龍子満州引き揚げのえっちゃんの戦争などのアニメ映画を見ますもうなんかタイトルだけでも嫌な感じ,じないね全部そうなんですよタコになったお母さんとかね,ね、うん、そんなのもある野坂昭之のどれもトラウマ級の映画ですが中でも本作は印象的でした、うん、主人公は中学生の男の子で広島の隣町に住んでおり空襲時の燃え広がりを防ぐために空き家を壊す仕事をしに毎日広島に出かけます 物語は8月3日から始まりますが見ている我々は今後何が起こるか知っているので徐々に近づく6日に緊張が高まります、うん、そして原爆が投下された日母親は日没後も家に帰ってこない主人公が心配になります不気味になる家の柱時計と、えー、焦りをあおる秒針音家の暗い廊下の向こうから暑いよと言いながら向かってくる焼けただれた息子 母親の幻覚ですね。などの描写が怖さを増します。中でも地獄と化した広島で熱戦により焼けた息子と弁当を見つけ、発狂した母親が家にとってえ帰って取ったあの行動と叫びが忘れられません。タイトルの真っ黒なお弁当熱戦で焼かれた麦ご飯は、えー、広島平和記念資料館に展示されています。あ見たことある。これは、グニャッと曲がった弁当箱を見ると、実際に起きたこととして、あの映画が思い出されます。うん,う,んうん。 ちなみに私の祖母も、えー、原爆雲を見た今では少ない目撃者です、うん、今も元気に農業をしています、ラジオ体操中に、えー、真っ白に光った強烈な閃光その数秒遅れての凄まじい爆発音、山あいから現れたキノコ雲、うん、夕方、学校に運ばれてくる大勢の死にそうな負傷者たち、小学生でこのトラウマを実体験した祖母にとって、この1日は1ヶ月のように長かったそうです。へー ことだなやっぱりその話をしていかないとね,そうねいけませんよねそれもね、うん、本当にねまあなんか学校の小学校の時の校長先生かな、うんはい、教頭学生だけどどっちかが、うん、あの被爆者で、うん、あのー、子供でねその時だからなんか川で自分が潜ってる時に起きたんだとで上がったら違う世界になってて<ー>あのー、もうなんか とんでもない体験だったったて話はからそういう一つ一つの話なんですよね結局、うん、ね、うん、じゃあ例えばそのオッペンハイマーにおいてその広島長崎の惨状を描けばよかったのかっていうとそれはそれでなんかざっくりと、うん、そのなんていうの,あのなんていうんですかその 雑感みたいな感じで描かれちゃったらそれでいいのかってだからその吉木さんの今の話もそうだし真っ黒なお弁当だったりそうだし一人一人そういう話があってそれが数万単位でその日同時刻に起こったわけでということを考えるとな一概にじゃあそんなとこ入れときゃよかったっていう話なのかなってことも考えますよね。うんうん、それからはい出た アアトトミミックカフェアトミカフフェェね、はいはい、これはあの80年代ですねだからレーガン時代で冷戦がまた激化してですね、うん、その中で作られた1940年代から60年代ぐらいのアメリカのプロパガンダ映像とか教育映像とかあとニュース映画とか。 コマーシャルとかねいろいろ集めてナレーションがなくて、うん、まあ当時の,そのでアトミック関係の,その流行り歌だけをサウントラックにして並べたの、うん、これ日本でも公開して結構当たった当時話題になったと思いますけども自習会でやってましたよね。 このねダックカバーというカメラが出てくる、あッてなったらとにかく、バっとかがんで身を縮こませれば大丈夫みたいな映像が出てましたから、これ、日本でやらせてるとこあるでしょ、今。4年前から J アラートが鳴ったら、みんな道端に座り込んで、ダックカバー、いや、だからダックカバー、だから今度、本当にダックカバーっていうのは、マジで全く役に立たないってことの代名詞ですからね、本当にね。びっくり。びっくりしました。ね ンババックアドカバーの時代がまた来た来、うん、はいそれからこれはですね As は、はあ、for a アトムって言うんですけどこれあの入ってるのがあれなんで「スーパージャンク世界大週末」っていうのに <laughs> っていうのはこれはね <laughs> <え>モンテカザッツァっていうインダストリアルミュージシャンでアーティストの人が作った映画なんですけどそれの中に出てくる、まあ、ビデオアートとか PV なんですね、うんはいで。これはだからジェネラル エレクトリック社が作った原子力宣伝のエイズ・フォー・アトムっていうのがあってこれがまあすごいんですよこういうふうにバンバン原子核がぶつかって,て大変になるけども原子力でほら電気もできるし人も助けられるあの病院も助かるし農業もできて戦争にも勝てますみたいなねそういうのがあるのの合間合間に広島の,実あの本当の映像を差し込んでくるという非常にハードコーナー作りであれまあだからそういうそのショックバュー的な意味では SPK とかをやってた一連のそういうまあショッキングなインダストリアル系のビデオにつながるもので あるけども、これ結構真面目だと思いますね。今見ると本当にね。まただって A is for 阿部に、じゃあ B is for ボムだよなっていうのが、そこ強烈ですよね。よくできて、はいはい。これ見てみよう。はい。それから出た木下慶介この子を残して、これも長崎の金で同じです。長井隆博士の物語ですけど、まあこれあれなんですよ、やっぱり。 長崎のね8月9日は使ってはいるんですけど、やっぱりその前編割と木下健介だなと思いながら見てるんです。うんうんうん。で、あ木下健介の映画が終わったなと思ったんです。うん。最後まで見てね。うん、うんうん、で、その加藤剛がまあ最後亡くなっちゃったりなんかしてちょっと泣いたりとかもしたんですけど、うん、そしたら、うん、この映画マジでビビるんですよ。物語が終わるんです。映画終わるんです。うんうん、最後に。 こんな言い方なんだけどボーナストラックみたいにその8月9日の長崎への原爆攻撃がだけのシークエンスがその何街が燃えて人が燃えて何もかも吹っ飛んで黒焦げになってっていうそれだけの場面が最後に挿入されるんですよ。うん もう、もう、これ、小学生の時から、中学の時から見て、度肝を抜かれて。何か、その。やっぱ、木下啓介的にも、考えるところがあったんじゃないかと思う。物語に絡めちゃっていいのかな、これ。っていうね。うん、びっくりしてる。そう、本当にびっくりしました。しかも、まあ。かといって、ない、なくては。ないわけにもなら、いけないと。そうなんです。無視するわけにもいかないと。っていうね、そこびっくりしましたよ、本当に。 それから桜田一郎という、これも新緑金とずっとやってますね。はい、新緑金とはね。うん、これは広島で全滅した医療劇団の話でした。はい、これはドラマパートと、えっ、ー、と証言映像のええー、テレコでやってたですね。はい、はい。これもすごくグッときましたよ。さらに黒い雨、まあ、今平です。はい。今平ですね。今平、これ全編モノクロでやってて、だけど一番ヤバいのは。ヤバいっていう、やばいって言ったら、なんか <laughs> バカみたいですけど。はい やっぱり立然とするのは実は作者されたラストシーンっていうのがあって時代が下って田中佳子の主人公がもうあの体悪くなって大変路かなんかやってるうん、うん、でもうそれでどこへ行くんだろうっていう形で終わるっていう何であれ外したのかなっていう感じでしたもんねうん、うん、っていうことですはいそしてこれ「シャドーメーカーズ、ね」はい「ファットマンリトルボーイ、ねはい」これはあのほぼ同じえっ、ー、と話 オンのトリニティ事件までで終わりてしまいますっと同じ話なんだけど、うん、で同じように日本で公開されなかったという、ねはいはいはい、ビデオスルーになりましたて、ね、ポーン・ニューマンがあグ,ロ、えー、グローブスを焼く。はい でまあ彼は一応主役ですね。でさ、これすごいですね、撮影ビルモスジグモントそうそう、音楽遠慮森コーネっていう。うで<で>これだってミッションの人でしょ、これいろ、ねうんな、まあ。一流メンバー揃えてすごいんですけど、うん、僕ね、これ一番こ,こ,れ,これ映画見てほんとすごかったなって。で、あ今回そのオッペンハイマーを見る前に楽しみにしてたんですけど、これ実際にあった話なんですけど。うんはい、トリニティ実験の時に、実験のカウントダウンを。 無線でやってたんですよね、優先できないっていうんで、無線でやってたら、そこでラジオが混戦して、クルミやり人形が流れ出すんそう。ルミアリ人オペラかなんかの中継があって、それが本当に実話なんだよね、実際新あったらしいんで、クルミやり人形っていうのがまたすごいすまじい、なんかまがしいあれで、どうしてそれを使わなかったんだろうっていうのが、今回ね、一番の疑問だったんです。 なんかあれあのなんでこの音は消せとかってね地上波だから消せません、ね、消せませんってねすごいなでねひそう皮肉が効いてて「車貼り人形」っていうところがまたひ皮肉が効いてるよねっていう<何>まさかの。 なんです。でこれは被爆描写もありますからね。であとまあそのあとねこれはその事実験のあとなんですけど時系列的には。あのレモンコア事件という。の怖いんですよこれは本当に怖い話であとで調べていただければいいんですけどこれ聞いた時は本当にそんなことあんのと思ったんですけど本当にあの本当にこういう実験をして。 ドライバーでガリガリやって開けたり下げたりして「ああ、手が滑った」って言ってそれで輪郭に達しちゃって青い光がパッと出たり何人も死んだっていうその科学者のつまり彼らですらですよ放射能がどんだけ遅いしいものか分かってなかったっていう原爆を開発した等の学者たちがねちゃんと支えるね 器具があった使わないでドライバーでなん,かんで、ね、ドライバーでこうやってやって、ね、防護服も何も着ないでやってて、うん、まあ本当にね、うんえー、怖いんでしょその実験そ,うその,あのデーモンコア事件を、えっと、時系列は違うんですけども、うん、そのトリニティ実験の前にそれが起きたっていう設定にして、うんえっと、シャドーメーカーズには取り込んでそうなんです、うん、いやあそこ本当に怖かったなすごい怖いんです,あすごい怖いす。 それもあるんでね、これはちょっとぜひね,ね、ぜひ、はい、見てくださいでその後あっという間にそのジ,ョキューザジョン・キューザクは、放射の障害で,、はいであの、内臓がすごい勢いで肥大して、はい、まあ見る、もう無残な姿になって、あっという間に死んでいくっていうのをやってるんですね。すだからあれはだからその、被害の状況を写す代わりに、デーモン工事件を入れることで、うん、あのそこを描く意識してるっていうね。 まあその映画なりのアレンジですけどねそこ入れ、うん、入れるしかねえと思ったんでしょうね。うんうんまあ、こんな話を使わないわけにもいかないそうん、いうことだと思います。ということで見てください。それからえっとーこれは米国映画とかまあこれは隣のはカナダですけど。 結局そんなに分かってないんじゃないとか、うん、知らないんじゃないアメリカ人広島のことも長崎のこともって僕らも考えがちなんですけど、うん、意外と折々でそのテレビ映画これ左側は「広島アウト・オブ・ジ・アシュズ」っていう、はい、これは、えー、と広島に8月6日に合わせた、えー、ドイツ人の神父これマックス・フォン・シドとか。うん <laughs> <laughs> なぜマックあとはジャド・ネルソンって懐かしい名前ですけど、はい、その米国人の捕虜とかっていう人たちがたどった運命を、うん、あとはあのいつもの日系人の人たちが皆さんマコヨオーモツタムリンともたらパッと燃えたね、はい、もうおなじみですけどこういう方たちが出てきてっていう、ね、これがアメリカではテレビ映画として放映されていたわけですから当然やっぱりそのテレビですしそれから予算上の制約なんかもおそらくあったんでしょうそこまでの,その気合いの入った、はい そのいわゆるその時の描写っていうものはねそこまでのものではないにせよ、はいうん、ただ事実としてこういうことがあったっていうのはそれは、えー、アメリカ人も大多数は知ってるんじゃないかと思うんですうん、うん、それから右側日本カナダ合作テレビ映画です、はい、すごいですよ「倉原これよしと「ロジャースポティスウッド」「ターナーフーチ」でおなじみロジャースポティスウッドあとなんか『007』のどれかでおなじみ、はいうん これもですから、日本側の視点が入って、どちらかというと、オッペンハイマーで語られた物語の非常にその政治寄りの部分というのが描かれてま,すました。うん、これも t v t うですそうです。ということでございますよ。はい、出た。それからまあ今最近に至るまだまだ作られている、ね。はい えー、河野文雄のだから、えっとまあ、これがあって、はいえっと、この空この世界に行くわけですけどあの、まあ、これストレートに、えっと、これはその麻生久美子だったかなが被爆、えっと、10日十十年後とかの話で被爆しててあの、まあ、嫁に行こうと嫁に行,こう行くとこだったんですけど、まあ、そこで、えー、原爆症、はい、で白血病発症発症しちゃってまああの。 談もなくなり、死んでいくという、寂しく死んでいくという話と、まあ、そ,のその名明行が現代人の話として、はい、田中れなかなねやってましたね。で,すで、まあ、まあ、これがあったんで、えーまあ、それでその広島、まあ、彼女、広島出身、河野文雄がね、広島出身ですんで、この世界の片隅で書くことになるという、まあ、その元になったやつですね。 で隣の,その、えー、この空の花、長岡内海の渡りは、はいはい、これは、えっと、もちろん大林信彦監督で、えー、っとこれはその長岡に落ちた、はい、模,擬模擬原爆、要するにあの、まあ、原爆、でかい爆弾ですから、えーえー、うまく投下できるかどうか、よくわからんということで、ターゲットを作って、これ実はよ50個近く落とされてるんですよね、はい、模擬原爆ってね、あ<の>日本中に。東東京駅東京駅も、ねやや かなんかのそのサイズがちょうどうまく落ちるかどうかです、ね、そうそうちゃんと狙い通り落とせるかどうかは確かめられていたという、うんえー、時京でもや,やすに確か落ちてますで、まあ、それがあったんで,でそれ,でそれお別に模擬玄爆って言ってもその爆弾ではあるわけです、ね、爆弾ではある核のプルトリウムの代わりに通常火薬が詰まってるっていうだけなんで、うんはい、っていうかむしろめちゃめちゃでかい爆弾実際それで何人も死んでるんです、はいうん で、まあ、その、えー、これは長岡花火大会っていうのが、まあ、長岡空襲の鎮魂のため。行われるんですけど、はい、まあ、それと、まあ、同時に、えー、まあ、花火、まあ、その原爆、模擬原爆で。で、うん、もう四人ぐらい死んでますんで、うん、まあ、その、追悼も合わせて。行われているということで、まあ、それがテーマになってるんですね。なるほど、ね。はい、うん。大林監督も、まあ、尾道ですもんね。まあもちろん、うん、あの、広島県尾道市ですからね。ね 非常に近い問題なわけですよね。うん、これ見てみるか、アウトサイダーアートの頂点です。もうそうです。これこれが多分一番一番すごいという後半ほのあのいろんなものがすべて重なり合って、セリフと<ー>セリフと音楽とセリフと劇伴と、えー、主題歌が同時に重なり合って聞こえてきて、すごい,い、ね、大変なサーキュレーションを起こすって頭が頭おかしくなっちゃう映画をしてみようはいやるんでぜひ見るはいはいはい。はいはい それ長崎といえばあ出たウルバリン寒いです・はいはい、まあ映画はまあねその冒頭はものすごく気合が入ってましたその後まあいろいろと<ん>要所にポンコツぐらいが目立ってくるわけですけど<ん>ただその娯楽対策で<ん>その直接これだけの描写がなされたっていうのはすごく珍しかったんじゃないかなという気がしますね。でちなみに映画では長崎ですがウルヴァリンは広島で。 コミックで広島で被爆ああだパラシュート部隊からなんかで捕虜になってでこんなことになったっていうまた捕虜もいたんだもんねそうですこれはもうアメコミならではでよかったなと思いましたねそれから出たこれねこれがお話も出ましたけどツインピークスリミテッドイベントシリーズっていうかツインピークスザ・リターンっていうのかなそうですねザリターンサードシーズンサードシーズンですけども まあこれは本当にだからそのトリニティ実験、急に出てきてみんなびっくりしたんですけども、うん、も非常にゆっくりカメラが近づいていくる中、もこの爆発が無限に描かれるんです、ね、でその後この牧野湖湖の火球の中にカメラが入っていって、上かの右に置いたみたいなこう実験映像が延々と続くんですよ。うん、でそれでペンデレスキーの,あのえーと広島のめのえと人工曲がずっと流れてるんですけど、本当にこれはすごいえ、映画史じゃない、テレビ史を変えたシーン。 とも言われてますけどもあの、これはリンチの中ではすごいはっきりしてて、うん、とにかくここの時点で世界に悪が誕生したんだと、うん、あの今までなかったね。うん、で、だからここのあのこの,の中に入っていくと、その奥で、ああのそのツインピックスの最大の悪であると、このボブっていうのが誕生するっていう、うん、まあことになっていると、うん、いうことで,でこの、ちなみに右側のこの実験映像みたいなやつのところのコラージュ、本当すごくて、これ、リンチが1人でスタジオにこもって、うん 延々とあの誰も入れないで撮り続けて、うん、そのまま通して放映してしまったという,<ー>ど,うどうかしてるあれなんですけども最初オッペンハイマーの予告見たときにかなりこれを意識して映像があるんで結構心配になっちゃって大丈夫かなと思ってたら、うん、結構そこは分散させて、うん、そのむしろなんかあのオッペンハイマーの頭の中のイメージカットみたいに使ってたんでなるほどそ,それだったらまあ大丈夫じゃないのって思ったり。 しました。これは度肝を抜かれましたよね。しかもこれが終わると何でしたっけあのなんか気持ち悪いドロドロしたやつが、あそうです。ズルズルひなんか張っていくんですよね。あのあそあのえっとそうそうあのバババッタでカエルみたいなやつ。はいはいはい。あれがあのローラの母親のえっと口の中入ってします。若いまだ子供だった時のね。うん。わ悪がって思った。ここから悪が。はいはい。でリンチと、はい。リンチと原爆。はい。でまあこのイレ一作目のねイレザーヘッド。 の時から、うん、このヘンリーの部屋にですね まあ原爆の写真が貼ってあるんですよねこの辺は僕はちょっとリンチ,リンチ映画とその原爆との関わりっていうのは今僕をテーマにしてまして、はい、ちゃんと書こうと思ったんですけどもこのだから、あのー、ラジエーターの中の女っていうのは、はい、これは僕、あのー、原爆のキノコ雲の表彰な,ない<ー>ちょっと最近思ってるんですねはい、はい、でそれがまあ生死を踏み潰して殺していくし、うん、ラジエーターの中っていうのはまあその熱を持つところですからね、うん、だからその電気とか火炎とかっていうのはリンチの映画に必ず出てきますけどもうん、うん、それが全部多分原爆を通じて一本につながるってかリンチはの戦後っていうか 50年代の世代で,で、そのぐらいの人たちってものすごく、人によっては、原爆のがそのやっぱりトラウマになってる、ね、まあそね50年代っていうのが核、核恐怖の映画の一つの頂点というか、最初の頂点ですね。うん、で、だから、チンピックスのリターンの,そのリンチが演じるゴードンという FBI の,の人のオフィスは壁にでかい原爆の写真が、パネルがい。 壁一面がそれなんで,す、ね、<ー>でもうこれはもう本当にそういうつもりでやってるんだなと、うん、まあはっきりしてくるわけですけどもこのシュタイアインが2015年に発表した「ファイヤーっていう、あのー、実験アニメで、うん、この一番最初のとこ見ると分かるんですけどこれが多分ね「プロメテウス」なんですね。それがこのの炎なんていうの マッチの先につけた本を,見たのを世界にもたらすとこの右の絵でこれすでに黒い雨が降ってるんですけどもその後ろにある太陽みたいなのから光が放たれて手前のものを焼き尽くすとそれで人々がこういうふうに右の下のようになってしまうというねこれはもう明らかに。 あの原,爆原爆というか核の恐怖映画と、うん、以外の感触の仕様がほとんどない、うんあのー、実験映画があってこれ臨時点の時にねあの黒い小屋があギャラリー作ってああその中で上映されて見た時にあこれで全部本当につながっちゃうなと思ったのを覚えております。なるほどね、はいうん、というようなことがあります。ということでございますな。うんはい えー、こっちに行きまれです、先ほどのもお話出ましたが、この世界の片隅にもですね、これは,、えっとまあこれは、この話はクレなんですけど、彼女の実家が広島で、うんでまあ、広島にその、えー、遊郭の女の子とかと、旦那と訳あ、えー、りのだったっていう遊郭の女の子が,が友人に。 唯一まあ多分ほ,ほぼ唯一の友人みたいな感じで出てきたりするんで、でまあそのえー、あと、まあ、その広島の呉、えー、で空襲を受けて、あのー、もう行き場がなくな,なくなっても帰ろうかと思っている彼女のところの前に、さらに原爆爆火があって、広島実家も壊滅してしまうという、まあ、結構あの、強烈な描写ですね、ありました。 まあこれはもうう皆さん見てると思うので今更でですか、うんうんまあ、でもなんかまあ時代をねじ10年代に入ってこういう映画が出てくるっていうのはあの頼もしいなと僕は思いましたよ当時それをみんなで見てっていうのがいいなと思いましたね。うん、これはでも実際そのまあ彼女は、えー、とそんなにいけないあの片手をなくした状態でなんで現地にあんまりいけないっていうのもあるし、うん、まあ実際に漫画の映あの これもやっぱりその表彰をちょっと控えている部分が、あってそこはないんですけどね。うん、で、で、夢の映画,映画館は、えっと、はい、これは大橋の,の遺作。遺作まあ、白鳥の歌と言って。これは、あの、えっと。なんか、まあ、その、なんだろう、まあ、そのタイムスリップして、過去、夢、過去の夢とも。現実ともつかないタイムスリップをするという、うん、大橋の美的な話なんですね。うん、まあ、その中に、えー、そのさっきも出てきました、桜台。 広島、はい、でね、全滅した移、うん、動演劇隊です、ねはい、の話が出てきます。でだから彼女たちが、まあ、その広島に行くのをなんとか止めようとするんだけれど、うん、みたいな話ですね。あとと祈り,祈り幻に長崎を思う時という時、はい あんまり知られてないと思うんですけど、うん、えこれ田中千佳夫さんの名曲の「マリアの首」というこれその浦上天主堂で被爆したマリア像を焼け跡のね闇市で働いている働いているっていうか闇市に集う人たちが、はい、人たちの中の女性たちが、まあ、その救い出して祈りを捧げるという、まあ、その実際には、えー、っと焼けちゃったんじゃなかったかな。 なるほど。そうん、いうように、こう、ね。うんまあ、それを、まあ、その救い出して、うん、その、そこで救いようっていう話なんですけど、うん。監督してるのはですね。松村克也さんっていうですね、昔、あの、オールナイトロングという、はい。ええ、三部作だったっけな。あの、日本のですね、スプラッタ映画の草分けみたいな人、実は。80年代の。で、なんで、彼が、今、こういうの作ってるんですけど。 なのでこうやたらとですね被爆地長崎の地獄絵図の描写が力が入っていてうん頑張ってるな松村君といって <laughs> 気持ちになるというい頼りになりますいということでね <はい S 2> ございましたまだまだあのね実際の歴史に基づいた作品というのはいっぱいあるんですけれどもえここまでえ実力編といいますか。 お送りしてまいりまましただまだありますから見てくださいねはい時間がね時間時間なのでなのでフィクション編をざっといきますよはいこれはですから架空の核戦争ないし作中で核兵器が使用される映画っていうまあその核兵器をどう描いてきたかということですなそうですねはいはい原爆からアメリカデータアルバート・ダグスミスだよねこれね 怒んなかかったという夢で見せられて大変だぞってこれはだからアルバート・ダグスミスっていう、えっと、後にユニバーサルに入ってオーソン・ウェルズやあの映画プロデュースしたりする大プロデューサーなんですけど監督になるとへっぽかな映画しか撮らないというので実際大変好きな監督がいるんですけど、はい、その彼が最初に、えっと、だからこれ RKO の R ハワード・ヒューズに、はいえー、取り入るために作った映画、彼はあの反響、えーえー、主義者なんで、有名なのです。えーえー それが最初の原爆映画というこので、でもほら、あれですよね、だからバーで飲んでて、原爆の話になって、酔っ払って寝ちゃったら、あっちはなんか、グラスの中に原因を見てて、なんか、サミュシがいるのよ、サミュシがいるグラスを見てくださいとか言って、でなんかもう、それでみんな死ぬって言って、絶望して飛び降りるところが見せ場なんでね、だからそれがこのポスターにもなってるっていうで、インベージョン USA っていうのは、これから30年ぐらい経って、あの、チャック・ノリスのですね、なんだっけ、地獄のコマンドだったかな。 やっぱこの反響精神がね、もう行きいているアメリカには。そしてナギさんについて、まあ言うまでもございません。傑作ですね、名作ですね。傑作ですはいはい。じゃあそう次第に行きましょうね。どんどん行きましょうね。でやっぱりそのナギさんにてにターを彫すると言っていいんでしょうか。このですから核のその世界滅びる路線すごいですね。 この東映かな、第三次世界大戦41時間の恐怖、埋め立つが出ておりますし、あとはまあなんつっても、翌年の世界大戦争、これはね、大学にも生かしてかって、それから、聖本能と原爆戦、レイ・ミランドがですな。どっからできたの、この聖本能、いいタイトルですね、本当に、もう忘れられないもんね。なぜ いや、まあ、まあ、大倉ですょう大、大倉すべて大倉です。で、この辺もだけど、やっぱり、まあ、反響プラス、その、やっぱ、その、彼らなりの各声っていう。そうやね。うん。そういう時期っていうのは確実にあったですよね。うんうん、で、まあ、言うまでもございません、博士の以上の愛情。はい。はい ノイマン博士がモデルのストレンジラブ博士も出てきます。ノイマンと、えっと、フォンブラウンを合わせたような人ですよね。すごいですね。もう、はかったり、かわ。めっちゃナチそ音を歩けます。はい。ただ、博士の異常な愛情よりは、僕はこっちが好きなんです。フェルミチの飛行、フェルセーフシドニールメット。超怖いじゃん。これ、超怖い。キーンととかすんの。音がね、だから、映画館、僕、これアイマックスで見たいな。ドルフィシネマで。 それぐらい、もう恐ろしい音が。ちょうどこれ、これは公開されなくて、はい、80年代か、そ,ね、そのぐらいにあってから公開されたんですよね。えーはい、っていうことなんですね。大変ね、あれ。怖い、怖い。うん、いつかシドニールメット特集をやりましょう。やりましょう。はい、それから魚が出てきた日。はい、これはね、僕の中の、あの、エンディングベスト。 3に入るぐらいこういう終わり方の映画は本当好きなんですけど俺もねもう本当にもうダメだダメだ怖い怖いですよね最後の結末でねゾクッとするというこの辺は何でしょうだけど放射能く声プラスやっぱりその環境が問題というかねまあこれも本当に直接描かないでまあ あのいかにその恐ろしさを伝えるかっていうのをいろいろやってます。そういうことでございますね。はい。そして、属属るゾるはいこれもね、コバルト爆弾。これね、コバルト爆弾っていうのは、だって、実際に作られなかったんで、とんでもない駅ですけど、ねこれ、もう、あのあれでしょう、そしてなんだっけ、あのなんとかが滅びたっつって終わるやつでしょう。の 勝てのちっぽけなるに足らない星が滅びたってヤそんなこと言われても深井家寝れないからそうですよまたこれをテレビで見て寝れなくなるんですね僕やっぱ神様でしたねこれね崇められたヤンヤン何魂だしねどう見てもねいろいろやばいですよねヤン腐るが一番怖いんだよな一番怖いヤそれからフューチャーウォー 198X 年って。 「NowNeverSayNever」なんてかっこいいこと言ってますけどこれはアニメーション映画ではいアニメーション映画ですねこれもまあその最終戦争を描くというあれオお笑いさんだよね映画とねこんなかっこよくねえだろうっていうポスターが一番かっこいい 8X って書いてもまだ未来感があってでもこれでだってもうやっぱり対策でアニメ映画作って勝負に出るっていう話ですからすごい時代ですよ でやっぱその83年あたりっていうのはちょっとある種、まあ、冷戦がやっぱりまあ煮詰まってきた時期だったもういつその世界終末時計がっていう時期ですよねだからザ「THEDAYAFTER」がありました、うんはい、これはえっと日本では劇場公開全米ではテレビ、うん、はいですよこもねだからアメリカ人にしてみたらこのピカってなって午後、うん、も夜このやっぱりね あの自分ちの裏の畑からね多分こから出るっていうのがすごい恐怖だと思,うと思いますねこれはこれでまあ描写がぬるいださんざん当時言われたですけ、ね、ど、はい、ただやっぱりそれでも全米のお茶の間に与えた衝撃っていうのは相当大きかったんじゃないかと思いますけどね。うんうん 作らないやくはマシじゃねって当時思いました。十、ね、歳でしたけど。で隣テスタメントっていうのはこう渋い映画でね。ススねうん、これは本当にこのお茶の間でいきなり座ってましたら核攻撃、うんうんはい、なんかこういうなんかそのこまあこれテスタメントのせいなら何のせいなのかでも。 核攻撃っっててそううういいに始ままるイメージはあたりしね日常の中でいきなりある日「今日から戦争です」って言ったら「終わりです」みたいなねそういうイメージですね。戦線布告があってっていう感覚じゃないですよね。やっぱりある種もうその辺で80年代頭から真ん中ぐらいでピーク世界的にピークだったんだろうなそのやばさ怖さが。出た出たがたね。 スレッズっていうのこれまたテレビでやるんすよいい感じにしろった方がいいよねで別になんか見る気もないのに見ちゃうんすよ、うん、超怖いぞこれ <laughs> 超怖いよこれはこ<う>怖いこれ木の群れに続いてあの終わったあとてなくなった映画だなは、うん、でも本本当当ポポスストアポカリプス映画のの中でもも最強のいですねねに、うん、あのー、もちろんねだからこれもだって監督ボディーガードの人なんですよね確かに、うん あなたこれできたのになぜボディーガードと思ったけど <laughs> その直接的に核攻撃っていう描写もあるにはあるんですけど恐ろしいのはその後なんですよね、うんそう。文明が完全に滅びてそれでも人間は生きてる人間はまだ生きていかざるをえないみたいな、うん、でそうするとあの社会がもうぶっ壊れて当然、うん、そうすると教育もできなくなる、うん。 から子供たちが廃墟でぶっ壊れたテレビの中にちろちろ火が燃えててそれを見てるいや、ね、恐ろしいですねそして誰も勉強を教えないから誰も読み書きもできなくなってるっていうもうおひっこがじょじょじょっても, <laughs> もう,、ね、もう地獄のその先だよねよ、うん、はいからの風が吹く時は今度、えー、とリバイバルがあるってそうなんだ、ねはい、4K だけ、はい、4 k 四 k でババ。や,やだなー。 これもトラウマ映画ですねうこの絵見たくないもんね怖いから。そういうことなんです。だから目を背けてはいけない。マンハッタンプロジェクト。題名がマンハッタン計画なんでましたけどもこれは要はだからショートサーキットとかウォーゲームとか時々天才アカデミーとかあった頃の天才少年が。 えっと近くでそのか偽装してやってる核、えっ、ー、とウランの、ウランじゃないプロトニウム濃縮研究所から、うん、ウラニンあプラトニウムの盗み出して、<laughs> そ科学コンテストに出すような原爆を自分で作ってしまうという話ですね。これもね、あのーまあ、太陽を盗んだ男みたいな。盗んだ男よりみたいなテロリストをこう。 行為としてて、じゃなくて、はい、違う、まあ、意図があってやってたんですけども,、うん、でも結局最終的にテロリストは見なされて、うん、まあ国からも殺されそうになるでし終わる結構いろいろ大変なことになる話で、えーはい、そういうい映画がありまの隣「ラストカウントダウン」っていうのがこれが、えー、と平成の未知への飛行かフェイルセーフみたいな映画でね、うん、これも結局その核攻撃に向かっちゃった飛行機をどうするかはいう。 これ豪華キャストですよあのジェームズ・アル・ジョーンズマーティン・ランドうん、うん、そしてパワーズ・ブース <laughs> <え>僕が考えるその世界で一番強そうな名前 <laughs> パワーズ・ブース確かに強そうだけどとか言ってますけど <laughs>、うん、これはねなんだっけなジャック・ショルダー監督はいるんじゃな、はいはい。え、ツー、ツー、うん。2? ヒドゥンの人だったと思うんだとそれはちょっと見たいねこれは傑作ですよこれも VHS が出てただけかなそう「フェルセーフ」もリメイクされましたねあれはなぜかクルーニーとかハーベー・カイテル出てきて生のドラマでやったんですよね何を考えたのかはいそれも DVD あると思いますそれから出た「ダダンダンダダン」はいはいはいこれはね、はい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 はンはいはいはいういは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  あれどこかでと思っていうどこか,ですかターミネーターた3ちゃんとやってたと思いますね。まあねあれはオッペン博士の幻想でしたけど。うん こっちは本当に怒っちゃったっていう。うん、ターミネーターもやっぱりヘっぽこなところが散見されるというか。随所に見られる映画ではあるんですけど、やっぱりこの心意気を僕は買いたいなと思います、うん。これでも多分そのなだろう、このこういう、これだから、それこそ見せ物として。その地球の最後の核戦争。地球が最後の核戦争、ここまで、あの全部見せ切ったのは多分これ。これはすごくでかい。だと思うんです、ねうんうん。ここだけ再評価してあげたいっていう感じです。はい。 はい、で最後ですね「ディバイド」っていうもう10年も前の映画ですけどこれは割となんて言うんですかあ本当に核戦争が起こってシェルターに閉じ込められた男女がギスギスするっていうやつかホラー作品でしたなんかすごく懐かしい感じがしましたね、うん、っていうことでございますよ、はいうん、他にもまだまだたくさんございますあるんでございますけどねこれだけ紹介しよう「葉っぱ解体さん」うん「北斗の拳」 漫画界における核戦争後の世界作品の代表作だと思いますが、騎馬大王だの、ウイグル極長だの、デビル・リバースだのがうよいよ,よいるような世界は、核の炎に包まれる前も相当狂った世界だったのとと思えてなります <laughs> また核が落ちてもこうはならんやろとも思います、ハリウッド映画で核描写が適当なやつがたびたびありますし、北斗の剣で落とされたのは原爆か水爆か分かりませんが、ただ日本の作品にも適当なやつあるよなとは思いました。<laughs> そうここをやっっぱ強調しておきたかったかです 劇場版世紀末救世主伝説北斗の剣はケンシロウ VS ラオウ第1回戦、原作9巻ぐらいまでの再構成ですが、なぜかスプラッター描写に異常に特化し、やたらグロい、うん、特にジャギが死ぬシーンは作画もさることながら、大塚知香のとんでもない熱演も相まって、この映画の最大の見せ場みたいになっていました。10分に1回ぐらいのペースでコンスタントにあるスプラッター描写と、ブイブイ言わせていたこの時のケニー・ロギンスみたいな、ケンシロウのヒゲズらし しか印象に残らない映画ではありますが、えー、他はダイジェスト感満載なのにジャギのシーンはなぜか多めに時間が配分されておりもしかして制作者はジャギ惜しいと思えるぐらいにはジャギが輝いていました <laughs> ということでございますもう一個だけいこうかな、うん、せっかくだからちょっとノーラン監督にノーランに伝えよう,うだと思いますので「わさお AKA 手首食べ犬」。 今度やもう実感的な私が映画を見始めた70年代半ば頃核兵器とはアクション映画の悪役が世界を恐怖に陥れるためのものでした、小学生だった私はテレビの洋画劇場を見ながらいつ原爆が爆発するのか、あるいはしないのか、ハラハラしながら成り行きを見守っていたものです、そんな風に核兵器を扱った映画はいっぱいありましたが、特に印象深いのは007、ゴールドフィンガーとサンダーボール作戦です。 ジェームズ・ボンドは原爆を絶対に爆発させないようにとても頑張っていました。と <laughs>、ね、60年代や70年代の映画では核兵器は爆発させてはいけない存在<ー>、うん、もし使用されたら世界を破滅するかもしれない存在でした、うん、私は絶対に核兵器を爆発させなかかかっったたつてのジェームズ・ボンドはやはやり偉かったと思います、うん、いつの頃からでしょうか核兵器というものが主人公がちょっと頑張って遠くまで運んでいけば爆発してもほとんど無害な扱いになっていったのは。 戦術核兵器というものがどういう威力があるのか、兵器に無知な私には全く分かりません、しかしドムが中世子爆弾を川に落とせば、ローマの街中で爆発しても兵器って、そんなことあるんでしょうか、大体 <laughs> 爆発させてるんだから、コネリーのボンドに比べると、無能だなと言いたくなってしまいます <laughs> 娯楽アクションとして楽しく映画を見ればいいという思いはあるものの、安易な核兵器の扱いにはモヤモヤ、もやもやを抱える自分もいるのも、また事実なのです。 ノーランだってバットマンが核爆弾を数分ほど海上に運べば被害はそないという映画を作っていただなという映画を作っていたなに出てしまいましたが本当にそうでした。からですかねバットマンが出るようなこれでもすごいんだよねこれだってさポートノックスの近海を放射能で汚染させれば金が暴とするっていうすごい作戦なんだよな。いいやや本当そのどこで 確かに。爆発させてもいいことになったんですかね。決して爆発させはいけないものでした。ブルーライズからじゃないのそう思うよね。ブルーライズは何でトゥルーライズはんでキャメロンよ。そうそう。まだ最初やるとき、最初ね、やるときって結構、分やん破った感があったんですけどね。見たときにはね。確かにね。そうですね。キャメロンしかり。 そうだスパーマンは宇宙に持ってってるからなそうそうそうスパーマンだからそれはねノーラン監督もやっぱなキャメロンと同じことやってたもんなダークナイト・ライジングねうんまあ遠ければ一緒って問題じゃないと思うんですけどただまあオッペンハイマーを取られましたからそういうことじゃないんだっていうのはもうそれがでもワイルド・スピードが大好きなんですってねノーラン監督はねそうなんだ大好きっての ちょっと一回ブラックホールにゲットしたいんですけ次の YSP の話きに次の y s ンの話を YSP ファンの集いとして全部見てるしさ我々もネットやってないそうなんでぜひこれどなたかお伝えくださいっていうことなんですけど なかなかやってまいりましたがちょっと皆さん今日どうでしたかねちょっと結構ずんと来たずと来るべき時もあると思いますんでそういうね答えが出てどうこうっていう話じゃないのでずんときついでにずんとおまけコーナーです「破壊兵器の創造者たち」「破壊なのに創造とはこれいかに」とミミちゃんもずんときついんちゃんんもずとしっオペンハイマーで思い出されるその まあ、どんな兵器にもそれを作った人がいるわけですよねどということで、はい、例えばサミュエル・コルトコルトガバメントでもおなじみコルト社ですけれども、うん、コルトは、えー、1836年に回転式拳銃、まあ、リボルバーですよね、うん、リボルバーを発明した従来の拳銃その前の拳銃というのは一発発射するごとに再装填をしなきゃいけなかった、うん、それの前なんかはもう、えー、重心から火薬をぐいぐい詰めなきゃいけなかったうんうん、うん やっぱりそこの6本にシックスシューターですよね6連発で発射ができるっていうリボルバーの発明は拳銃の利便性効率性を飛躍的に高めたわけですね高めたのだからという話ですそれからまあノーベル有名なはいノーベルを作った人よねそうですノーベルじゃないノーベルノーベルも作りましたノーベル賞を作ったはいダイナマイトダイナマイト王って言われたですねただまあその死の証人と 呼ばれて、うんえー、心を痛めましてわしが死んだらその遺産は全部ノーベル賞に使ったってクレイと言ってるという、うん、ことですねただオッペンハイマーに出てきたような人たちだってノーベル賞取った人っていうのがいるわけですよね、うん、います、はい、それからン、えー、ンブラウンですあ42年には誘導ミサイル、はい、44年に弾道ミサイルバリスティックミサイルってやつですね、うん まあこれナチ時代ですよね、はい、V2 ロケット、そうですね。で、第二次大戦末期にドイツから米国に亡命しましたと、その後はもう米国のロケット開発に参画して、はい、ロケットさえ飛ばせるんであれば体、体制も何でも人が死のうと関係ないい関係ないっていうすごい人ですよね。やばい人ですね。やっぱりやばいです,やっぱやばいっすよね。見るとねそれから えー、ミハイル・カラシニコフ、a k 4 7を開発しました、うんえと、この46年にカラシニコフが設計して、えー、48年には量産がされた、そうですね、アブトマット・カラシニコバというですね、AK ですね、略して、はい、自分の名前がついてるんです、ソビエト連邦でですよ。で、AK っていうのは、何しろ、現在に至るまで1億兆を作りましたと、すごい全世界で。すごいな 生産性これ変わるものがない,い要するにすごいシンプルな作りで、性能がいいっていう、でも、どんなに手洗い扱いをしても、ちょっと直したらすぐまた使えるっていうんで、1億兆です恐ろしい。ね、それから、出ました、ね、エドワード・テラーさん、テラーおじさんの話、テラーがさ、はい、あの実験の日焼け日焼け止め塗ってんだよね。 すごいすごい変なな人んでけどそうそうあ,のあっちのえー、とあれのんだっけ<あ>あ<の>シャドウメ,メーカーズのねはうん、方が,方がものすごい厚塗りしていてです、ねうん、あれみんな,なんか塗ってたるんですよ。 すごいですよ最初の水素爆弾は原子爆弾の666倍の破壊力を持つっていうふざけてんのかって思いますねね本当にね言うまでもございません今日何度も話し出ましたがストレンジラブ博士のモデルの一人になりましたそれからサムエル・コーエンさん博士何したの中性子爆弾完成されましたどこでもないやつばっかりだなほんとねでまあ中性子爆弾っていうのも初めて聞いた時は何ちゅうもの作るんだと思いましたけど いわゆるその熱核兵器ではありながら衝撃と熱の放射量が比較的少ないんです、うん、だから見物ですとかまあ兵器に対するダメージを最小限に抑えて中性視線で人間だけを殺すんやでより悪いというかまあどっちも同じ悪いはい豪語してたんですが実際のところ放射される爆風熱線というのはそれまでの熱核兵器とさほど変わらなかったという。 まあ水爆よりはってことじゃないですかまあまあ水爆が、はい、あの爆発が大きすぎるってことな、うんだけどね。と,という男たちがいるわけです。これからまあ映画も作られて <laughs> ここら辺の人たちが知れません。<laughs> あれでもあのホチキスさんという人もいるんでしょ ホチキスさん、はい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 えっと重から気管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 から気管から気管から気管重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 気管気管重から気な重から気管重から気管重から気管重からから分からないのでホチキスは便利ですからね。ということなんでございました。もう一人 ゲルハルト・シュラーダこれはサリンサリンですね神経ガスの父だいいろんなな父がる神経ガスの父とか本当にもう墓にスプレーで書かれるもともとはただ殺虫剤の開発が専門で農業のために僕は尽力したいって言ってたんですけどナチン体制下で化学兵器を生み出すことになると。 タブンとかゃかいろいろあるサモンとかサモンじゃないとか名前教えたけどいろいろ作ってるんですね、うん、でサリンの名称っていうのはこれは地下鉄サリン事件の時に勉強したんですけどその5人の研究者の、えー、から名前を取ってるらしいんです <laughs>、はい、みんなの名前を <laughs> 一文字ずつ取ろうぜそっていうシュライダーの S アンブローズの A リッターの R に、えー、フォンデル・リンデのリンをつ から作ったっていうそんなこと言われてもなって思いましたはい。ということなんですはい。ということで破壊のイノベーターまだまだいるよということで人間とはみみゆちゃんすごい暗くなってかわいそうことなんでございましたはいまあやってまいりましたけれどもね。ちょっとどういうのとしましたねやっぱりねたまにはねたまにはね ということなんでございました。金曜なのに土曜な。なんでもない。なんでもない。すみません。ちょっとね、やっぱあの気持ちをね、明るくしていきたいということです。から頑張りましょう。はい。皆さんも今日もお付き合いい頂いてありがとうございました。はい。スパチャもなんかいろいろ。いろいろ頂いてありがとうございました。ええと、これね、えっと、お知らせです。ブラックホールコーナーもございます。D. V. D.、動画配信データ4月五絶賛発売中です。そして。来週は。いいよ。

あとはプロレススーパースターレッズとか、お読みになって。そこら辺のあすかれの話なん。そうなんです。その辺の話なんです。ということなんで。ございました。はい、ということで。は最後に一言言っておきたいんですけど。はい。シルバーサーファーどうしたらいいんですかね。シルバーサーファーは、だけど、あれはほら原作。まあ、い、る、いる、のは分かってる。分かってるんですがただ割と王道のね。 そのファンタスティックフォーの物語を映画にするって、急にそこで変化球来たなっていう気はします。ちょっとどうなのかな。まあそれはいいです。という映画ニュースコーナーでした。はい。ということで、えっとなんだっけ。ここにね。はい。えっとチャンネル登録いいねそれから通知をオンにするなども忘れずにこの機会によろしくお願いします。はい。ということで、オッペンハイマーまだまだ上映中です僕はもう三回見たんで皆さんもあと二回ぐらい見てください。ということで。 ございましたまた来週この時間にお目にかかります、はいはい、それではまた来週さよならブラックホール